では、お時間になりましたので、ただいまより研究者のためのプラスアルファシリーズを開催いたします。本日は皆様、ご対応のところ、ご参加くださいまして、誠にありがとうございます。私は JST の山口と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。この研究者のためのプラスアルファシリーズは、研究者がより高みを目指すためには、研究だけではなく、プラスアルファの能力を高めることが重要であるという考え方でトピックスを提供させていただいております。 第5回目となる本日はお題を Develop Your Niche Over the World といたしましてアカデミーで培った研究を社会的価値のあるものに昇華させることの魅力を皆様にお伝えしたいと思い企画いたしましたなおこの研究者のためのプラスアルファシリーズは JST が文部科学省人材育成補助金事業である 世界で活躍できる研究者育成プログラム総合支援事業の採択を受けまして皆様に身寄りなセミナーをお届けしようと、えー、企画しておりますさてこの事業では世界で活躍できる研究者という大きな響きの人材育成が求められていますが その人材像として我々はシニアからジュニアまで様々な研究者様からご意見を頂戴してきましたそうして浮かび上がってきた人材像が流れを作っていける人ということです自流に乗るのではなく自分で流れを作るためにはネットワークの中心にいて影響力やインパクトをもたらす人物が大事だということです そこで今回はアカデミアの研究を出発点に社会実装に果敢に挑む有志のご参加等をお迎えしまして彼らの熱いパッションを皆様と共有させていただきたいと思います本日のアジェンダとしましては我が国の山岳連携活動を牽引されてきました東京大学の加賀見茂雄先生にご登壇いただきまして最初に研究者が世界を変える といいうタイトルでお話しいただきますその後株式会社アクセルスペースの中村祐也社長様そして株式会社エクサウィザーズの石山幸社長様に事業紹介並びに起業された動機やきっかけそして夢を語っていただくとともにどんなご苦労をされてきたのか皆様のご関心のあるところをお話しいただく予定です。 ではお話しいただく前に先生方のご略歴をご紹介させてください。加賀美先生は現在東京大学大学院工学研究科の教授をお務めでいらっしゃいます。一つス大学を卒業後、スイスや米国で MBA を取得されました。そしてボストンコンサルティンググループなどを経て経営コンサルタントとして長く15年ほどお務めでした。その後、博士学位を取得され、2002年には 東京大学大学院でパーマコビジネスイノベーション講座の教員となられます。そして、国立大学の法人化が進む中、産学連携本部の事業が事事業事業化推進部長に就任されました。そして、東京大学エッジキャピタルの監査役も務められております。大学発ベンチャーや学生発ベンチャーの支援に取り組まれ、 アントレプレナー道場の師範としても数多くの弟子さんを世に送り出されてきました現在は日本ベンチャー学会会長並びに NPO 法人 ISEC ジャパン代表理事会会長としてもご活躍されています香賀先生本日はどうぞよろしくお願いいたしますはいそしてこちらは株式会社アクセルスペースの中村祐也社長です 中村先生は1979年生まれの三重県のご出身です。東京大学大学院在学中に超小型衛星開発プロジェクトを立ち上げられ、学位取得後に株式会社アクセルスペースを設立されました。あるサイトで拝見したのですが、起業する選択肢なんて持っていなかったが、やりたいことができる会社がなかったから、あな,ないなら自分で作ればいいのかと気づきましたとおっしゃってる記事を拝見しました。 その気づきを大きく膨らませていくプロセスに皆さんご関心を持たれると思います。そしてなんとあさってには日本初の量産衛星を、がカザフスタンから打ち上げられるとのことで、あの、これはあの先生があの手掛けられてきたプロジェクトなんですけれども、あの、本日は本当にお忙しい中ご登壇いただきありがとうございます。中村社長様どうぞよろしくお願いいたします。 はい、そして、株式会社エクセルウィザーズの石山社長のご略歴をここでご紹介させていただきます。石山社長は1982年,年生まれの新潟のご出身です。東京大学、あ東京工業大学、総合理工学研究科、知能システム科学専攻、修士課程を修了後にリクルートに入社され、そこから新会社を設立されます。そして2014年にメディア、 テ,テクノロジーラボ所長に就任され翌年にはリクルートの AI 研究所であるリクルートインスティテュートオブテクノロジーを設立し初代所長に就任されました2017年3月デジタルセンセーション株式会社取締役空にそして就任されますそして10年同年10月の合併を機に 現職の株式会社エクサ・ウィザーズの代表取締役社長を務められるようになりました。そして、今は、静岡大学、東京大学でも教任を兼任されているということです。そして、石山社長は、今年、フォーブスという雑誌で、日本の企業化ランキング。二千二十一で見事。二位となられまして、経済界からも非常に注目されている。まさに、流れを作る、作っている人物でございます。 そんな石山社長の企業のきっかけは、自身の鬱を何とかサポートできないかと考えたことだったとのことです。人間味あふれる石山社長様からどのようなお話を伺えるのか、本日は大変楽しみにしております。それでは石山社長様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。では、こちらの、こちらの画面を一旦共有させて、あ停止させていただきまして、 あのでは、鏡先生、あのパーソンたちよろしくお願いいたします。はい、あの山口さん、どうもありがとうございます。花粉のご招待会もいただきました。あの今日こういうようなあの場をあのいただきまして、本当に大変光栄存じます。まあ、とりわけ、今日はあの、えー、今あの山口さんの方からのご説明ありましたように、あの我が国の注目する企業家を2人。 えー、中村社長、石山社長とお二人とこうご一緒させていただくので、私もあの、まあ、あの話を伺えるということも大変楽しみにしているわけでございますけれども、まあ、こうしてあのご一緒できること、大変光栄に存じております。それでは、あのなんか私がなんか本日の討議の流れを作るような話を、まあ、あするというようなあの画面を受けましたので、えっと、それを、まあ今日用意したものをですね、えー、共有化させていただきながら、お話をさせていただければと存じますそれではあの画面共有させていただきます。 あの今日はあのこのまあ研究者が世界を変えるとあのいうテーマでございます。まああのまあこのプログラムの中でまあ研究者が世界で活躍するというようなあのことで当然のことながらまあ研究者は研究者としてまあ例えばアカデミアの中で。 あの大変なご活躍をされるということはですね、まあ、特に21世紀になりましてあの我が国の多くの研究者がノーベル賞受賞者になるということを見ましても、まあ、これは世界を変えるということになるんですがあの今日は少しあのテーマをですね研究者であってもその研究成果を生かして何かその社会に貢献するような事、まあ、業を作るといったような側面を まあ中心にあの今日はディスカッションをしたいというふうに思っているわけでございますけど、まあ、そういうようなことから、えー、何か問題提起ができればなと思っております。あの あのよく私、はこの IMD というビジネススクール、たまたま私はこの卒業生でもあるので使うんですけど、私はこの89年という年にです、ね、たまたまこのスイスのロザンヌというところにおりましてあの、このビジネススクールが世界競争力ランキングを作るぞなんて話がありまして、スイス人のステファン・ガラリ先生という先生がなんかお作りになったことをです、ね、私もなんかご一緒してましたが、まあ、考えてみれば、最初の数年間というもの,あの、我が国は世界でナンバーワンだった時代があるということなんですね。まあところ まあ、ここに来まして、えーまあ、あの我が国の順位が。 おそららく30位の半ばぐいいまでまでで落ち込んでしまっているとあすいません、これ2019年の最新のものでは30位ということですけれども、まあ、これがなぜ、まあ、この平成の34年の間に、我が国の競争力が劣化したのかというような問いかけは、ですね、まあ、本当は別途あの、時間をかけてやらなきゃいけないんですが、まああの一言で言うことはできないんですけれども、おそらくまあ一つあるのは、我が国の,、まああの企業の中において、新たなイノベーションが相対的に、 あの他の国に比べて生まれる。まあ、あの領域はですね。小さかったか、全体の量が小さいというようなことが、まあこのま世界、急速ランキングに表れているのではないかと思うんですね。まあ、我が国は過去ものすごい大きな成功を収めまして。繰り返しますが、1989年ちょうど平成が始まった。当時もちろん、あの我が国の株価も。 まあピークを迎えたりしましたけれども、まあ、それこそあの我が国の土地だけでアメリカ3個分買えるっていうのはです、ね、今から思えばまさにこうバブルなだった時代があるわけでございますが、まあ、それがこの30年の間にまあこういうようなあの状況になったということを考えて、まあ、その総括というようなことも一方でどこかで知ってなきゃいけないんですが、まあ、こういう中にあってです、ね、あの実はあの私があの大学に来ることになりました国立大学の法人化というのがございます。 これは2004年ということになりますので、もうかれこれもう17年前ということになるわけですが、まあ、そう考えますと、私もその時からあのこの仕事に就いておりますので、17年間まあこういうような仕事、まあ、大学の研究成果を使ってベンチャーを作る、あるいはそのためのアントレプラシップ教育というのに携わっているわけですが、この国立大学の法人化というのは、まあ、あのいろんな意味合いがあるんですけれども、あの国立大学というこういう研究機関が、 今の先ほどご説明したような我が国の置かれている状況の中においてやはりそのイノベーションという観点から大きな役割をもっと果たすべきではないかというような、まあ、こういったようなあのことがですね一つ大きな背景にあると思います。従来の教育研究に加えましてこの法律国立大学法人法第22条では、えー、大学が研究の成果を普及してその活用をまあ促進すると。 これがいわゆる産学連携というようなことを大学が本格的に始めるある意味で法的なベースになっているものであると同時にですね研究成果の成果を普及し活用するということの中において まあ、いわゆる大学発ベンチャーというものも、まあ、大学が積極的に進めていかなきゃいけないと。まあ、こういったようなことが国立大学法人化に伴ってですね、出てきたわけでございます。まあ、これは、あの、キャッシュとあの国立大学に限っていることではなくて、もちろん我が国の大学が全て、まあ、そういう取り組みをしているわけですが、まあ、考えてみせればですね、あの、この大学という、まあ、こういう教育機関、研究機関というものは、えー、まあ、ずっと昔をたどれば、 やはりあの大きなイノベーションに寄与したということはあの、まあ、この,、えーまあ、あのスライドを見ていただくと分かると思うんですが、まあ、これはあの1985年に特許庁ができて100周年のお祝い事としてやったイベントで、まあ、俗に言う日本の重大発明家と言われるものでございます。 まあ豊田キチ、三木本幸吉等々はですね、あの、この民間の人ということになるわけですが、この右の方を見ていただきまして、少しこのオレンジ色をつけたり、黄色をつけているところをフィーチャーしているのは、まあ、いわゆる大学、アカデミアの研究者ということになるわけですね。まあ、私がおりますのは東京大学におきましても、例えばこの生田菊内先生というようなものが、あの、研究されたこのグータミンソーダというものが後に、 あの鈴木家、鈴木ファミリーとともに会社になったのが味の素という会社になるわけですけど、まあ、一つ一つ例は挙げませんが、まあ、こういう大学の研究者があの使ったさまざまな研究成果が後に会社となりそれこそ世界を変えるようなあるいは日本を変えるような大きなイノベーションとして結実し、まあ、多くはですねそれが今でも残っている大きな会社ということになったわけでございます。まあ、これをですね あの過去においてそうだったものをもう一度大学の役割を見直してみようというのがおそらく国立大学の法人化以降の我が国の大学がそのまあ取り組むべき課題ということになったわけですがじゃあ昔とそれからあのこの,まあこの数十数年間の間のこのまあ 長い期間はどうだったかというとですねおそらくこれはアメリカでもそうでございますし日本でもそうなんですけれどもまあ,あの多くは戦後生まれたような、まあ、多くのまあ大企業ですね、まあ、例えばソニーさんのように東京通信工業これは1946年にできている会社でございますし、まあ、例えばトヨタ自動車様におかれました1937年ということですから、まあ、そういうまあ,あの先の戦争の前後にできたような会社が、まあ、戦後を引っ張ってですね まああのいわゆる企業が中心になってイノベーションを起こすというようなことが行われたと思います。よくこれをあのリニアモデルというような言い方をあのいたしまして、えー、いわゆる基礎研究から 応用研究さらにはその製品開発までをすべて一つの企業の中で完結型でやっていこうというような一気通貫型と言っていいかもしれませんが、まあ、それが、まあ、あのその産業発展が進みましていろんなその産業分野が出てくる中でおいてです、ね、例えば基礎研究とは言っても、まあ、それをすべて企業の中で抱えるというわけにはいかないような状況が生まれてくる中において、まあ、アメリカでも、まあ、かつては例えばベル研究所とかワトソン研究所これ IBM ですけどもこういった いったような研究所が、まあ、中央研究所と言われるものが、まあ、大変重要な活躍をしノーベル賞級の研究成果がそこから出てきたわけですけれどもアメリカにおいては80年代から90年代にかけて、まあ、こういったようなものについては基礎研究はむしろ大学と連携しながらむしろその応用研究とか製品開発にもっとフォーカスをすべきではないかというような議論があるたわけでございますけど、まあ、こういった大きな波がですね え、我が国にもやってまいりまして、これがちょうど国立大学の法人化と同期する形で、まあ今で言いますと、このオープンイノベーションと言われているような言葉で言われているような、まあすなわち大学と、それからまあ企業、さらに言うならば、その大学で生まれた研究成果をベースにした、 まあ大学発ベンチャー企業といったようなものがまあ言ってみればこのトライアングルを形成するような形で何かこのイノベーションを起こすような仕組みを日本全体として作っていくんでく必要があるんではないかと、まあ、こういったような議論があのなされてくるようになったわけでございます。あの私の,あのこれまで十数年間国立大学の法人化とともに私がやってきたことまさにあのこれと同じようなあの流れの中でですね 今、あの、大学で今、あの、いろんな様々なプロジェクトに取り組んでおりまして、まあ、さわながらこういう制度的な仕組みを、まあ、俗に言う産学連携というような流れで作ると同時にですね、一方で、今日の中村社長様、あるいは石山社長様のような、まあ、優れたこのイノベーション人材、アントレペナー人材も育成していかなければいけない。仕組みだけ作っても、その担い手としての、まあ、こういう人材を育成することも、まあ、大事でしょうということになりまして、 このいわゆる企業教育、アントレナシップ教育といったようなものがまあ大変重要視されてきたわけでございます。あの今日の,あの研究者のためのプラスアルファシリーズにおかれましても、い、ま、わ、あ、ばこの研究者の方々がこのベンチャーだとか、あるいはまあ研究成果を社会実装するということにその乗りシろをそのまあ自らこう伸ばすというような中において研究者の役割っていうのがものすごく大きいんじゃないかというようなことがあの今日の あのポイントになってくるわけでございます、まあ、考えてみせればですね、まあ、これはあのいろんな例があるわけでございますけど、アメリカにおきましても、まあ、一つ例を挙げますと、まあ、これあの、ボイヤー先生という先生は大変まあ有名な著名な先生でございまして、まあ、遺伝子組み換え技術というものを、えー、スタンフォー大学のスタンリー・コエン先生とご一緒にまあ論文を書きにならいまして、これは72年でございますけれども、まあ、この,、えー、あのボイヤー先生のまあ研究成果をですね、 えー、このロバート・スランセンという、まああの、ご本人もあの理系の方ではあるんですけれども、まあ、MIT をご卒業された後にあのに、ベンチャーキャピタルの世界に入って、このクライナー・パーキンスという、大、ま、変今でもあのシリコンバレーに来ますと有名なあのベンチャーキャピタルの会社でございますけれども、このお二人が、まあ、出会うことによってですね、 もう一度戻りますが、この坊谷先生の遺伝子組み換え技術というものを何か社会にまあ役立つことができるんではないかというようなことを、このスワンセンさんがあの申し入れをして、まあ、これは1976年の初頭になりますけれども、このお二人があのまず電話でやり取りをした後に面談をすることになります。こ、まあ、これれがが年のの確か1月ぐらいだとと思うんですけれども、まあ、結果としてこのお二人が えーまあ、ジェネンティックというですね、1976年に、えー、4月になりますけれども、このボイヤー先生の研究成果を使いまして、遺伝子組み換え技術を使いまして、解、ま、消、あ、を作るということになったわけでございます。まあ、このあたりはです、ねまあ、いろんなところであのか書かれたものもございますけれども、すいません、ここでは英語であのジェネンティック社の,、まあ、あのストーリーのようなものが書かれているものがございまして、ちょっとご紹介をしているんですがあの、この真ん中のあたり、ちょっと読みますと、 まあ今日はあの同時通訳もついているようでございますけれどもあのこのスワンセンさんがですねボーヤー先生にまあ電話をかけてそしてミーティングをリクエストしたとボーヤー先生は大変真面目な先生でございますのでベンチャーキャピタルとかこういったのことはですね1970年当時アメリカであったとしてもやはりまだ少しあの車にかばいた見方がですねアカデミアの世界ではあったんではないかと思いますただあまりにもこのですねスワンセンさんがご熱心に まああのこの坊谷先生の培ったこの研究成果に対してまああの素晴らしい研究成果のどなんとかこれを社会助成をするためにご協力いただきたいっていう申し出があったもんですからしたがってまあそれじゃあ,あの会おうということで10分間だけお時間をまあ約束をしてですねまあこれが結果としてその10分間が3時間のミーティングになりそしてバイツコンクルージョン ジェネンティック・をズ・ボーンとこう書いてあるんですね。まあ、大変こうのドラマチックなあこのお二方の出会いが、あのこのジェネンティックっていう会社が生まれるわけでございますけれども、まあ、あの結果的にこれはあの後になりまして、遺伝子組み換え技術っていうものの事業化の幕開けになるわけでございますが、ただ一方でですね、あの次の段落のところで見ていただきますと、このスワンセンさん、まあ、これはいわゆるベンチャーキャピタルですから、まあ、そういうその事業に対してお金を出す。 スワンセンさんも、ボーヤ先生もですね、両方ともこのフェイス・スケプティスズムって書いてあるように、まあ、これアカデミアの世界から見ても、ビジネスのコミュニティから見ても、まあ、そういうそのアカデミアの研究成果が、そもそもこれ事業に成り立つのかというようなことに対して、やはりあの、まあ、疑ってかかるような人たちがいっぱいいたっていうようなことがアメリカでもあったんですね。やはり懐疑的に見られたということでございます。 でもこのお二人はなんとかそれをやろうということで1976年にこのジェネティックという会社が生まれたわけでございますけれどもまあ考えてみすればあのこの研究成果まあボイヤー先生のこの研究成果というものがまああのその事業化に向かってですねまあスタートしたわけでございますが今から考えますとこの1976年に起きたことがまあいわゆる産学連携といわれるものそれから大学発ベンチャーを作るというものそれからまあ大企業と そのベンチャー企業の関係論ということを考えるにおいて、まあ、一つの大きな事例になってるんではないかと思うんです。まあ、当時ですね、あの、坊谷先生がおられたカリフォル大学、サンフランシスコ校、まあ、UCSF と言ってますが、もう今となっては、もういわゆるバイオテクノロジーとか、こういったものではもうメッカになっているような大学でございまして、今はもうそれこそ数多くのですね、こういうスタートアップ企業が生まれているわけでございますけれども、まあ、そこにまずは、まあ、あの、その、 拠点が生それから当初ですね、あの、この、まあ、あの、イーライ・ディーという会社が、まあ、あの、本当は詳しくご説明しなきゃいけないんですが、遺伝子組み換え技術を使いまして、 まあこれバクテリア大腸菌を使ってクローン化してまあヒトインシュリンというものを作るというようなまあこういうようなあのまあクローン化の技術学のバイオテクノロジーの技術として遺伝子組み換え技術であるわけですがまあ当初はこの ELIDD っていう会社がですねまあ当時は例えば動物の多分豚とか牛だとかこういうとになりますがこのいわゆるまあ臓器のようなものをこのつ潰してですねあの糖尿病の,そのまあ治療薬に当てるということをやってたんですがただこうなりますと安定供給ができないとなんとかこれ大量生産できるようにしないきゃいけないというような中で、えー、このまあジェネンティックの技術 技術が活用できるんじゃないかということになったわけです。けれどもまあ、こういった意味において、まあ、このジェネティックという会社が大変シンボリックに重要な例だと思います。まあ、後になりまして、このイーライリリーからロシという会社が。 まあ中心になりまして、このジェネティックという会社を買収をすることになりますが、まあ、当初は1980年に初めてこの会社が上場するということを迎えて、ま,あ、まさにアメリカでこのバイオテクノロジーの幕がきっと押されたということになるわけでございます。まあ、今このアメリカでちょっとこの話をしたんですが、まあ、同様な例がですね、実は今日本にも出てきてるということもご紹介したいと思うんです。 あの、これは、あの、ま、東京大学の、ま、関連ベンチャー企業であります、ペプチドリームという会社でございまして、あの、左の写真の方の、真ん中の、その、少しこう、髭を蓄えてらっしゃる先生、あの、これ、あの、菅先生という先生で、あの、今、理学系研究科の、ま、教授、先生でございますが、 それからその菅先生の隣にあるいらっしゃる方が久保田喜一さんとおっしゃいましてこのペプチドリームの創業者で当時社長でございますけれどもさらに言うならばその右横にいるあのこの方がージ友隆さんといいしまして東大エッジキャピタル私もあの冒頭のご紹介ありましてこの会社の関西を10年ほどやっておりましたけれどもまあこのベンチャーキャピタルであるゴージ社長の東大エッジキャピタルがお金を出して あのペプチドリームという会社が後に成長し、まあ、そして、えー、当初マザーズ上場した後今東京証券の一部上場会社ということで、えー、時価総額が一時8000億円まで。 まあ行くということになりまして、今日現在でおそらく7000億円弱ぐらいだと思いますけれども、まあ内閣総理大臣賞というものをお取りになってですね、あの安倍総理からあの直接この表彰されているということがございます。まあ従いまして、先ほどのロバートスワンセンさんとあのボイヤー先生との関係がまあ C と言うならば、あのこのえーえーこの写真左の方の写真の2番目3番目4番目のこの参加者のですね、連携によって生まれたということができると思いますし、ケン 研究者である菅先生それから久保田貴一社長と郷二、えー、社長ベンチャーキャピタルでいらっしゃるわけですが、まあ、あのこの方によって日本でもですね、まあ、同様なことがあの、まあ、生まれつつあるということが言えると思いますしあの法人化の年に比べますと、まあ、こういう大きな流れが今生まれてるかなと思うんです、まあ、ただしですねあの一つ言えますことはこのサイエンスの世界 というものと、あのビジネスの世界っていうものが、まあ、あの、この表を一つと説明をいたしませんけど、パッと考えただけでも。やっぱり大きな違いがあるということは認めなきゃいけないんですね。やっぱり心理の探求としてのサイエンスと。やっぱりビジネスの世界で考えることは違いますし、やはり公開っていうものを前提にしながら。ビジネスでやるときには、ある程度、まあ、例えば特許みたいなものが取れる間はですね。やはり、ある程度、この秘密にしていかなきゃいけないといったような側面もあったり。まあ、そういった意味で考えるとれば、全部違いがあると。 心理探究のためにのデータとですねビジネスを作るためのデータっていうものも違ってまいります。まあ、したがってこのサイエンス、まあ、研究者の世界をどうやってこのビジネスの世界につなげるかどうやって橋を架けるかというのがおそらくポイントになるわけですけれどもそれをやるためにはやっぱりサイエンスとこのビジネスをこうつなげるようなことがすごく重要になってくるわけなんですね。い、まあ、わば 大学の研究成果をこのイノベーション、ビジネスにつなげるっていうことが重要であって、従、まあ、ってこのつなげる仕組みとしてですね、えー、各それぞれの大学とか様々な研究機関にそういう仕組みを作っていく。例えば知的財産権のようなものをどうやって作ることによって、えー、大学発ベンチャー、あるいはそのベンチャーがですね、まあ、あの、よってもって、まあ、いろいろなビジネスを、まあ、競争があったときに、まあ、自らのビジネスを守る。 プロテクトするための知的財産権というものをですね、どう確保するのかとか、あるいは、その、まあ、いわゆるベンチャーキャピタリストに対して、この事業が素晴らしい価値を持つんだということを説明するために、まあ、事業化構想、事業化プランを作るといったようなこともそうかもしれませんし、まあ、様々なことが、このサイエンスの世界から、このビジネスの世界に行くときに必要になります。サイエンスがどんなに素晴らしくてもですね、そのまま放っておいたままでは、サイエンスのままに留まってしまうと。これをいかにして、 あのビジネスの世界に持ち込むかとそういうプロセスの中において、資金も必要でしょう。人も必要でしょう。場合によってはさまざまな設備も必要だと思いますし、事業を一緒にやるようなパートナーも必要になると思います。こういったようなことをまあどうやっていくのかというのがですね、後ほどあのパネルディスカッションで両社長様からお伺いする話かなと思うわけですが。 あの、私が、あの、東大に来まして、あの、その、総長で2番目にお使いをしたのが、あの、小宮山博先生でございます。あの、小宮山先生は当時からですね、え、我が国は課題先進国であるというようなお話をされておられました。まあ、考えてみれば、先進国の中にあって初めて人口減というようなものを、まあ、抱えるようなことになりましたし、高齢社会っていうものを一つ取りましても、まあ、大きな、その、まあ、課題が我が国にございます。 まあ、その他、諸々の環境問題一つとりましても大きな課題があるわけで、我が国はそういった意味において、まさに課題が数多くある。しかもその深刻度合いにおいても、まあ大変大きな深刻な度合いの問題を持っているという意味においてですね、課題先進国なんでしょう。ただこれをですね、課題先進国ということだけではなくて、もしですね、 我が国がそれをまあ課題解決先進国として、問題解決をリーダーシップを持ってやっていくことができれば、これは素晴らしいことだと思います。今日、お集まりの声を聞いていただいている皆様方は、研究者として、あるいはさまざまなお立場として、今、我が国にあるこの研究成果をいかにしてですね、世界のために、我が国のために、あるいは困った方々のために、資するようなものを作っていくかと。 まあこれはある意味において解決すべき問題があれば、そこに行ってみれば事業機会がある、オポチュニティがあるんだと考えることもできるんですね。まあ小宮先生の課題解決、先進国への道をどう日本が歩むことができるかというのが、今日のおそらくセミナーの論点でもあると思います。さらに言うならばですね、この夕暮れの出雲満さん、 出雲さんご自身は、実は、あの、ま、必ずしも研究者というわけではないのですけれども、もともと、あの、東京大学にも、ま、文化三類というですね、文系で終わりになって、ま、ただ、その、バングラデシュに、ま、学生の時に、ま、これ実は ISEC という、ま、集団で、あの、バングラデシュに行かれてるわけですが、今、私、その、NPO 法人の代表をやってるんですけれども、出雲さんがバングラデシュに学生の時に行った時に、 そこでこのバングラデシュにあるこの食料の問題っていうものに、まあ自らその、まあ、え、感覚的にですね、これは解決したい問題だということがあって、まあ後に彼は農学部に行きまして、このミドリムシを使った、まあ、そのベンチャーである夕暮れなという会社を作り、 まあ先ほど、ペプチドリームが内閣総理大臣賞第2回目ですけど、第1回目の日本ベンチャー大賞内閣総理大臣賞を捉えてるんですが、この緑虫というですね、まああのそのまあ、ずっと昔からなされてる、まあ、研究ではあるわけですけれども、まあ、大変栄養素の、まあ、高い、えー、あの食品にもなると。緑、ま、虫、あ、でございますので、まあ、これあの緑色してまして、光合成、炭酸同化作用に基づいて、まあ、いわゆる植物としてですね、 えー、様々な、その栄養素を貯めることもありますし、同時にこれ、ちょっと毛のようなものがついてまして、こう動くっていう意味では動物でもあってですね、動物としてのその栄養素もこの中に貯め込むと。まあ、言ってみれば、もう大変優れた食品としての機能がある。これをですね、もし太陽培養することができるんであれば、食料問題の解決につながるんじゃないか。バングラデシュに行ってるときに、もしかすると世界の産院国は、食品が少ないから、むしろ問題があると言ってみたら、実は、 そこにいらっしゃる小さなお子さんがお腹が膨れているのも、実は栄養失調であってですね。その栄養失調であるから、まあ、臓器を試すためのタンパク質がうまく、その、まあ、臓器として、まあ、蓄えられないので、その臓器の体液を、まあ、外れてお腹から体液が出てしまうために、このお腹が膨れていることを、まあ、目の当たりにして、これは栄養失調の問題だと。 いうふうに考えて、これがミドリムシという、まあ彼が農学部に行って、そして同僚であった鈴木健吾さんという方がいらっしゃるんですけど、この鈴木健吾さんが後にまあ発明家としてですね、このまあミドリムシの大量培養する技術を、まあこれをあの開発されて沖縄の石垣島で、まあ大きなタンクでですね、あのこれを大量培養するという技術が生まれたことが、あのミドリムシというのがこの問題解決につながる解消となりまして、 え、夕暮れ名も上場し、今や当初一部上場会社になったわけでございます。まあ、考えてみるとですね、出雲さんが考えられた、その解決したい問題があるということがすごく重要なことだと思うんです。従いまして、研究者が、まあこういうその様々な研究成果があるんですが、重要なことは、自らが解決したい問題があるということと結びついたときに、まあおそらく皆様の研究成果というものがまあ役に立つ。 その可能性を自らですねその研究者として社会課題の解決の当事者としても何かその自らを捉えることができることによって何かその研究者としての役割というものを見いだしていただくということが素晴らしいことだと思いますただこれはですねことによるとまあ今日はのベンチャーの話をするんですけれども大学にとどまったとしても 学術論文を通して、あるいは研究成果を大学に残りながら、例えば中村社長のような方を今日きあのご一緒することによって、自らは研究者として、中村さんのように優れた研究バックグラウンドを持ちながら、起業される方とご一緒するケースもあれば、場合によって皆様方がですね、企業の研究者としてご活かせるってこともありますよね。場合によってはことによると、研究者として大学はいたんだけれども、 それを使って企業の中の事業開発者としてやるというケースもあるかもしれません。それこそ、あの、アサヒのリチウムイデオン電池の、あの、一昨年になりますか、え、吉野明先生のようなですね、あの、このアサヒにおられて、そしてリチウムイデオン電池、まあ、あの、二次電池のですね、開発をされてノーベル賞を取られたわけですけれども、企業人としてもこういうことはあり得るんでしょう。それからもちろん、まあ、自ら、その研究者として使ったものをベースに、あの、ベンチャーとして、自ら、 それれれにに関わるるっっててここととももあるかもししまませんしこれは行政の世界に行って同じことだと思いますポリシーメーキングするためにもやっぱり研究成果ってものをまあそのひとたび一度、博士を取ったような方がやはりその政策立案者になることも重要かもしれませんし医者としてあるいは医者法律家としていわゆるその資格を持った方にとってもこういう課題解決をするというようなことってすごく重要じゃないかと思うんです。 あのこのアントエプレシップっていうようなことはですね、あの、このよく、あの、英語でもちょっと書かれてまして、私、大事な定義なんですけど、その、その、オポチュニティ、まあ、言ってみれば解決したい問題っていうものを意識して、これを追求することなんだと。ただ、この現時点においては、必ずしもそれをやるためにリソース、経営資源とか様々な資金も含めてですけど、それがない状態のことをこのアントエプレナーシップだと言うんだということになりますとですね、ことによると、この社会課題解決者としてのこのアントエプレナーというのは、一つには、さっき、ま出雲さんが まあ、バングラデッシュに行った時に感じたような、自分はこの問題解決したいということに、自分が何か自らのこのオーナーシップといいますか、自分の何かモチベーションが解決したい問題があるというところにこう結びついた時に重要だと思うんですね。まあ、言ってみれば、何かあの、オポチュニティを自らこう、近くできる。まあ、よくあの、ビジネススクールなんかでこのオポチュニティレコグニッションなんて言葉使うんですけど、さらに言うならば、 やろうとすればですね、さっきのアントレプレナーシップの定義で見ていただいたように、やっぱりそれをやるためには様々な経営資源というものが必要になります。まあこれはベンチャーであれば経営資源ということになるんですが、まあ研究者であったとしてもですね、大学の。これは様々なグラントを取るっていうこともあるかもしれません。ベンチャーであれば、どうやって事業をやるための資金を獲得するのか、どうやってそのマネジメントチームっていうものを、まあこの、えっ、ー、と、入ってもらうのか。まあ会社が多くなっても従業員っていうこともありますけど、そういった方が入ってもらうのか。 当然のことながらあのベンチャー企業単独ではできない場合に大企業とパートナーを組むということもありますしさまざまな設備等々も場合によっては購入しなきゃいけないということも出てくると思うんです。い、まあ、わばこの解決したい問題っていうものをもう認識したときにこれを最終的に社会にとってあるいはその重要な価値に変えていくとこれ経済的価値とか社会的価値に変えていくとそのために経営資源を獲得するという作業そのものが まあ、まさにこのアントレペナーシップかなというようなことも考えるわけですね。まあ今日それが、えー、中村社長、石山社長からのお話を聞ける、まあ、ポイントかなと思うわけです。これ最後になりますけど、私はあの研究者、あるいは研究を今おやりになっている方の立場になって考えると、今日このセミナーを通して何か自分の研究成果で社会課題を解決したいというようなところに思いを馳せていただきたいと思うんですね。 社会課題を解決する当事者としての研究者という立場を考えていただいたときに、社会に横たわる様々なこの課題を、まあ、今あるわけですけど、自分はどの社会課題に自ら当事者として関わりたいのかということを考えていただく。でもその時にですね、皆さんの研究成果というものがえ、まあ、大変重要な役割を担うんではないかと思います。あるものは特許性のある ま、知的財産っていうことになるかもしれませんし、あるいは斬新なアイデアかもしれません。いずれにしましても、今、問題を抱えていらっしゃる方が、既存にある様々な問題解決では不十分だというときに、皆様の様々な技術とか研究成果が新しい価値を生む。既存のものよりは、お客様とか問題解決を求めている方にとってみてですね、皆さんの考えていらっしゃることが価値を生むということを捉えていただく。 従って研究者として自らのこのテクノロジーの、まあ言ってみればチャンピオンの方であったとしても、単にこのテクノロジーが素晴らしいという方、ことだけではなくてですね、むしろ問題を抱えてらっしゃる、悩んでいらっしゃる方から、まあこれはあのマーケットで言いますと顧客っていうことになると思いますけど、顧客から見たときに、その皆様方の今回ご提案される研究成果というものが、 既存のものの比べてどういうバレがあるのかということを相対的に見る目線っていうのも必要になってくると思うんです。実際にやるためにはお金もいるってことは申し上げたとおりでございますけど、まあ、こういったようなことをですね、今日ぜひとも考えていただきたいというふうに思っております。今日あの夕方までご視察いただきますが、もう今日ご一緒できて大変光栄に存じております。何か今日私が申し上げたようなことが、今日ベースになりまして問題が あのまあ、皆さんの中にクリアになって、えー、議論ができればなと考えてございます、えー。ちょうど30分経ちましたので、ここで1回クぎりとさせていただきまして、きあの私はですね、日あの,今日あの私のほうでこういう言い出しっぺみたいな話をさせていただきましたが、今日パネル討論もですね、えー、中村社長様、石山社長様とご一緒するってことになりまして、あのこのモデレーターもやるということでご指示をいただいておりますので、えー、早速あの、えーあの、中村社長様、 石山社長様、今後、これからですね、パネル討論に入りますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。これから1時間ほどですね、お時間を頂戴いたしまして、まずは中村裕也社長様からアクセルスペース様のその事業のご紹介、それから石山社長様におかれましては、その後、まああの、会社のご説明と、 えあのしていただいた後でですね、お二方、もう一度、その、のえっと、持ってきていただきまして、私がモデレーションしながら、ディスカッションできればと考えてございます。そういう形で進めたいと思います。それでは、まずはあの中村社長様、のおおおお御社のご説明と、プレゼンテーションをお願いしたいと存じますがご用意よろしいございますでしょうか、はい。ありがととうございまますすアクセルススペース中村と申します それでは、まず私の方から会社の概要についてご紹介させていただきます。画面見えておりますでしょうか。はい、見えております。はい、ありがとうございます。はい、まず最初に簡単に自己紹介ということで,ですけれども。 おー私はあの三重県伊勢市で育ちまして、えー、地元の県立高校卒業後、まあ、東京大学に入学しまして、で、まあ、あまり話すと長くなりますので、割愛いたしますけれども、もともと宇宙をやりたいとい,うというわけではなかったんですけれども、えー、大学でですね、その学ぶ中で、えー、航空宇宙工学科の中塚先生という先生とお会いする機会がございまして、えー、そこがですね、えー、学生手作りの人工衛星を作っていると。 ということを聞きまして、非常にこう衝撃を受けてですね、実際に研究室と見せていただいて、あの非常にこのエンジニアの卵としてやってみたいという思いが湧き上がってきまして、もともとその化学のまあ研究者になるとなるんだろうなと漠然と思っていたところ、本当に急に方針転換しまして、航空宇宙工学科に進学することになりました。で、プロジェクトに関わり始めるとですね、非常にこう面白いと。 その時本当にこう大学に残ってというつもりは全くなかったんですけれども、博士課程まで進みまして、えー、卒業後をもです、ね、そのプロジェクト研究員として大学に残りました。でまあ、残った理由としましては、あのまあ、ベンチャー企業設立の準備ということで、約1年半準備した後2008年ですね、アクセルスペースを設立いたしまして、同時に代表に就任しております。 で、こちらがですね、現在我々が主力で開発しております、1 0 0ラム級の超小型衛星、グルースと呼ばれるものです。まあ、超小型という割にはかなり大きめに見えるかもしれません。小型の冷蔵庫ぐらいの大きさになりますが、もともと大学で作っていた時はですね、本当に小さくて、一辺10センチ、重さ1キログラムと。 いうですね、当時、世界最小の人工衛星で、皆さんの手のひらに乗るぐらい本当に小さい衛星だったんですけれども、まあ、そこからスタートして、だんだんこう複雑なことができる衛星をです、ね、こう作っていった結果、今、この 100kg 級というところで落ち着いております。でまあ、これでも超小型衛星と呼ぶ理由はです、ね、まあ、国が作るような大型の衛星といいますのは、まあ、高さ数メートル、重さで言いますとトンクラスの衛星、まあ、これが普通なんですね。まあ、それと比べると非常にこう小さいと。 ということで、我々、これ超小型衛星というふうに呼んでおります。で、アクセルスペースはですね、2008年設立ですので、今12年目、今年の夏で13年目を迎えます。スタートアップとしては比較的歴史の長い会社になります。現在85名程度、まあ、社員がおりまして、 後ろの写真見ていただくとお分かりになるかと思うんですけれども、結構外国人が多いです。全体の大体3分の1ぐらいが外国人で、エンジニアに限って言いますと半分、半分外国人ですね。で、まあ、この背景としましては、やはりそのアメリカ、ヨーロッパというところで言いますと、えーまあ、なかなかこの宇宙産業というのはですね、最先端の技術であって、まあ、防衛といったところにもつながりがあるということで、なかなか気軽に外国人が。 えー、まあ就職できないという課題があるんですけれども、まあ、日本は比較的そういう,こう縛りが緩いということもありまして、例えばアメリカへ留学して航空地を学んだインド人がですね、アメリカでは就職できなくて当社に行きたいと。まあそういったこともあります。で、この12年間の間ですね、5機の人工衛星を実際に開発しまして、打ち上げ、運用してきたと。 いいう実績がございます宇宙ベンチャー最近数が増えてきておりますけれどもその中でも我々圧倒的な実績を誇っております。で先ほど冒頭にもご紹介いただきましたけれども次の打ち上げがあさってに迫っております。 でえっと、今回ですね、ロシアのソユーズというロケットを使って打ち上げるんですけれども、もうすでに衛星への搭載あ、すみません、ロケットへの搭載、すで済んでおりまして、まあ、写真見ていただければお分かりでるいただけるかなと思いますけれども、まあ、ロケットのフェアリングと呼ばれるもう蓋の部分もついておりまして、えー、もう打ち上げ本番をあの待つばかりという状況になっております。 で、打ち上げの中継がですね、行われるということで、弊社ではオンラインイベントを計画しておりますで。土曜日になりますけれども、午後の2時半から3時半でですね、実施いたします。まだ席に余裕がございますので、まあ、オンラインイベントですので、お気軽にもしお時間あればご参加いただければというふうに思っております。あの, p の、p t c の、PTICS の方でですね、アクセルスペースで検索していただければすぐ見つかると。 思いますので、ぜひご登録いただいて、我々と一緒に打ち上げを見守っていただければというふうに思っております。さて、我々のビジョンということでご紹介したいなと思うんですけれども、スペースウィズニアリーチということで、日本語では宇宙を普通の場所にというふうにつけておりますけれども、あのまあ、我々がこう宇宙をこうビジネスにしようと思ったきっかけというのは、 実際に学生として人工衛星を作る中で、宇宙というものがあまりにも我々の普段の暮らしから遠いなということに気づいたんですね。で、宇宙に関係する研究をしている、宇宙に関する仕事をしているという話をすると、えー、決まってですね、夢があっていいねと。それからまあロマンがあるねと。そういう話をされるんですね。まあ、非常にこうありがたいことではあるんですけれども、まあ、裏を返すと、それってなかなかこの自分に とは関係ないところだよねと言っているに、まあ、等しいのかなというふうに私は結構思ってしまうこともありまして、やはりその宇宙というものを特別な場所ではないものにしていきたい。それは小型衛星はです、ね、非常にこう安くて早く作れる。なので、この技術をうまく使えば、ふだんの我々の暮らしに役立つようなサービス、プロダクトにしていけるのではないかと。 というふうに思いまして、え、以来ですね、え、このスローガンを使っておりますけれども、え、まだにやはりこの、我々にとって色褪せないといいますか、新鮮な響きで、つまりまだまだ我々に、え、やらなければいけないことというのは、たくさんあって、え、一歩一歩前に進んでいきたいなというふうに思っています。 こちらがですね、あの我々、えー、企業以来開発してきた人工衛星をご紹介しております、えー。創業のきっかけにもなったのは株式会社ウェザーニューズさんになります。ウェザーニューズ向けのです、ね、人工衛星を2機開発しておりまして、えー、最初が2013年、2号機目が2017年に打ち上げております。こちら後ほど簡単に何をしている衛星かということをご紹介できればと思います。 その他にもですね、2014年に打ち上げた、ほどよし1号機というちょっと変わった名前の衛星。こちらは、東京大学のですね、中塚先生と一緒に行ったプロジェクトなんですけれども、まあ、超小型衛星を実用化して、これまで使ったことのないようなお客さんにどんどん使っていただこうというビジネス実証位置づけで開発した衛星になります。その後、2018年に、我々独自のプロジェクトであります、アクセルグローブと。 これ向けに開発した自社衛星グルース e 1 a と、これ打ち上げまして、翌年ですね、2019年、JAXA 向けの 200kg 級の人工衛星ラピスワン1というものを開発しております。この JAXA のですね、衛星というのは、日本で初めてスタートアップが開発した政府衛星になります。それまで三菱電機、NEC といった大手衛星メーカーが えまあ開発してきたわけですけれども、この時初めてスタートアップが政府衛スを作ったということで、宇宙業界で非常に大きなニュースになりましたし、我々にとっても技術力を認められたということで、大きな自信につながりました。また、JAXA のエッセイを開発したということで、海外に対してビジネスをする際ですね、非常にこう大きな反響がありまして、JAXA の衛を作ってるんだったら、技術的には問題ないよねと。 ということで、ビジネスの話を進めやすくなったという背景もございます。でウェザーニューズの衛星について簡単にご紹介いたします。どういう衛星かというと、ですね天気予報のための衛星では実はなくて、ですねこちら、北極海の氷を見るための人工衛星になります。ご存知の通り、温暖化が進むにつれて、ですね北極海の氷も減退してきていると。 いうことでえー、夏の間、あ氷があ、まあ、減ってです、ねえーまあ、海が出てきていると、えー、つまりそこは新たな航路として使えるのではないかというふうに、まあ、船会社が考えたわけです。でただ、そこをこう通行するためにはです、ねえーまあ、何の情報もなしに通るわけにはいかないです。これはその大きな氷の塊が、まあ、そこかしこに浮かんでいるわけですので、まあどう、どういうところを通れば安全なのかという情報が必要になります。 でウェザーニュースがその情報を提供しようとしたわけですけれども、そのためには氷の塊がどこに浮かんでいるかという情報を知る必要があります。その手段として自社の衛星を持とうということを考えたわけですね。もちろん既存の衛星から画像を買うということも考えられるわけですけれども、当時の地球観測衛星というのはほとんど安全保障向けの人工衛星でして、画像が非常に高い、1枚100万円と。 いうような価格がしますし、かつその地上の細かいものを見るものがことが目的になりますので、撮影範囲が非常に狭いということで、まあ、この目的のためには非常にたくさんの撮影を行わないといけないということで、まあ、ビジネスをするという観点ではです、ねまあ、不適当であるということで、まあ、だ,だったらもう自社で衛星を作っちゃった方が早いよねと。 というふうに考えて、ちょうどその時我々、ベンチャー設立に向けて準備をしていたわけですけれども、お会いして、じゃあ一緒にやろうということで、最終的にプロジェクトに合算を出していただきました。それを受けて、我々、起業したという背景がございますので、非常にタイミング的にもラッキーだったと言えるかなと思います。当時、宇宙ビジネスを民間がするなんて 誰も信じていなかった時代ですので、そんな中、ウェザーニュースと出会って、こうやって実プロジェクトを始められたということは本当に幸運だったなと思っております。そうですね、北極海を使いたい理由としましては、この絵にあります通り、おり、当然、北極海を通れないときは、この黒いルートを通るわけですけれども、距離が相当短くなりますので、 船会社としましては、ですねこれ、燃料代削減できますから、あ北極海通りたいんですね。だいたい距離が3分の2になりまして、えー、1000万単位でコストが浮くというふうに言われていますで。こういった背景もあって、この北極海航路というものが注目され、ウェザーニューズがそこを通行する船に対してサービスを開始するということになりました。 でこちら実際にウェザーニュースの衛星が撮影した画像をご紹介しておりますけれども、左がまさに北極海の写真ですね。こうしたデータが日々ウェザーニュースに届けられて、彼らがこちら画像を分析してですね、そうした航路情報、ナビゲーションサービスにして船会社に対して提供するということを行っております。最近ではそれに加えまして、 この右にあるような台風の写真であったりとか、あるいは火山ですね、こういったところのモニタリングに関しても利用し始めていただいているというような状況になります。でさて、われわれ独自のプロジェクト、アクセルグローブについてご紹介していきたいと思います。このアクセルグローブ向けに開発しているのがグルース s 1 a とグルースと呼ばれる衛星になります。で初号機がですね2018年の末に、 これまたソユーズで打ち上げられておりまして、これ地球観測衛星なんですけれども、非常に高精細な画像を撮影してくれます。地上分解の2.5メートル、つまりこの画像の1ピクセルが地上の2.5メートルに相当するような画像を撮影することができます。こちら、羽田空港の写真になりますけれども、例えばですね、滑走路に書かれた数字が読み取れるぐらい細かく見えると。 ということで、さまざまな用途への応用というものを考えています。結構技術的にはですね、えーまあ、高度でして、えー、高度、あのまあ、高さでいうと,500、えー、と600キロ弱のところを衛星回っているんですけれども、まあ、そこから2.5メートルのものを見分けるということですので、 あのまあ、水平方向にこう傾けてみますとです、ね、東京から神戸にある2.5メートルのものを見分ける能力ということになりますので、専用の大きな望遠鏡を搭載して、ですねこれを実現しております。もう1枚サンプルでございます。こちら、エジプトのスエズ運河になりますけれども、船が、まあ、規則正しく航行しているのがお分かりいただけるかなと思いますけれども。 えまあ水平方向の,です、ね、あのコンテナがカウントできるくらいの細かさで見ることができます。で、このアクセルグローブというプロジェクトの特徴なんですけれども、コンセプトムービーございますので、えー、まあ簡単にご覧いただければと思います。 としましては、今衛星がたくさん出てきましたけれども、数をたくさん打ち上げるという点になります。えー、一つの衛星ではなくて群でサービスを提供しようと考えています。複数の衛星が打ち上がることによって、えー、今あの動画で出ております通り、世界中をこう表面をなめるように撮影していくことができますので、世界中を高頻度でモニタリングすることができます。そうすると例えば農業といった用途で言いますと。 日々の作物の生育状況をトラックすることができますので収穫に適した時期を推測したりあるいは生育が遅れているようなところに肥料を多く上げるといったようなことができます例えば港なんかを日々モニタリングするとですね車等の輸出入の状況なんかがつぶさに分かってきますのでこれを分析することによって景気動向の把握といったような使い方もできるのではないかというふうに考えております 元のデータは画像ですので、それをどう解析して、どういう情報を抽出するかというのはお客様のニーズ次第ということで、えー、これをですね、世界のあらゆる場所を撮影し、データを取り、分析し、えー、様々な産業に役に立つデータ、これを提供していきたいなというふうに考えております。はい。で、 まあ用途の一つに、まあ、農業をお話をしましたけれども、えっと我々のデータの特徴的な点の一つとしまして、えー、植物の,この活性度合いに反応する画像あのデータを取ることができます。えー、具体的に言いますと、近赤外線、レッドエッジと呼ばれるですねあの赤よりも波長の長い光のデータを取ることができるんですけれども、まあ、このデータが非常に植,生に植物に反応すると。 いうことで例えばこの畑のデータなんかをですね、このように、まあ、ビジュアライズすることができて、生育の遅れている部分っていうのがはっきり分かります。このデータをもとにですね、肥料を例えばこの,この辺は多めにまこうとか、ここはもう十分成長しているからまかなくていいねといったような、まあ、意思決定に使えるというふうに考えておりますし、まあ、病害虫が発生して、 ダメージを受けているといったことも分かりますので、即座に対応することができるようになると考えています。その他ですね例えばこう船、東京湾の船をですね自動でカウントする、まあ、こういったのはですねディープラーニング等の技術を使えば比較的簡単にできますので、例えば駐車場に止まっている車の数をカウントするといった用途に適用できますし、これがあの新たな用途につながっていくだろうというふうに考えています。 もう1つ、面白い活用例としましては、ですね、こういう,こう衛星写真をですね、えー、まあ自動で分析して、えー、まあ地図を作れるのではないかと。 いうことを考えていますこちら、Facebook もあのけんあの研究しているようなんですけれども、えー、発展途上国で地図もないような国というのはたくさんありますので、まあ、そういったところで衛星画像から地図が作られるとあります非常に有用だと考えておりまして、まあ、こういったアプリケーションの開発というのも進めていきたいなと思っております。はいえーまあ、冒頭でご紹介しました通り、あさって4機、衛星を打ち上げ,ち上げます。 今、1期体制ですけれども、一気に5期体制になることによって、観測頻度を大幅に上,が上げることができます。日本付近ですと2日に1回、これで,です、ね、ようやく本格的に利用開拓ができるようになるというふうに期待しております。 でこの後も衛星の数を増やしていくということを考えておりまして、2023年には最低5機を追加して10機体制にしたい。10機体制になることによって、世界中どの場所であっても1日1回の頻度を確保できますので、当面の目標としてはこちらを考えておりまして、我々アクセルグローブ1.0というふうに内部では呼んでおるんですけれども、こちら完成して、フルサービス提供していきたいというふうに考えております。 はいえ私の方からは授業紹介としては一旦これで終了とさせていただきますどうもありがとうございました中村社長様どうもありがとうございましたもう大変あのワクワクする話であさってがちょっとドキドキ感が出てきましたね, <laughs> ねありがとうございます、はい、それではエクソビザーズの石山光社長様、えー、お願いしますよろしくお願いいたしますいやもう本当に あの、中村さんのプレゼンが面白くて、宇宙っていいなっていうので聞き入ってしまいましたが、えっと、エクサビザーズの石山と申します。改めてよろしくお願いいたします。 で今日はですね、私たちはあの特にあのえ超高齢社会の社会課題を中心にあの AI であの課題解決をするというのをやっておりますので、そちらの方の事業紹介の方をあのさせていただければと思います。であのいわゆる専門が AI という形になるんですが、今 AI はあの第3ラウンドを迎えているというようなことを最近あの言っておりまして、冒頭、加賀美先生からもお話がありましたが、いわゆるサイエンスの世界ですね、これをまず第1ラウンドだというふうに見てみましょうと。でそうすると中国でしたら 大大とか北京大学あるいはアメリカですと MIT とかスタンフォードとかあるいは CMU も、まあ、コンピューターサイエンスあるいは AI の論文もたくさんあの書かれているわけですね。で次にあのそこからビジネスの世界って話が香川先生からありましたがこちらもですね例えば中国ですとバイド、ゥ、アリババ、テンセント。 それからアメリカですとガーファみたいなものがあってあの AI のテクノロジーを活用して、まあ、非常にあの成功している企業があるというような形だと思います。で、えー、じゃあその AI の,あの価値をです、ね、社会にどれだけ転換できているのかというのが次の第3ラウンドだと。 えいうふうにあの考えていただいたときにあの、例えば中国ですと監視社会の問題、1984みたいな問題があったりですとか、あのアメリカですとあのフェイクニュースの量産するのにですね AI をあの活用してるみたいな話がありまして、あの社会的な価値っていう部分で言うと、まあ、一部失敗しているところもあるんじゃないかなというふうに思っておりますと。で、あのこれだけ第1ラウンド、第2ラウンドで成功していても、すごくなんかその直感的に考えたときに、 ああ、じゃあその AI がうまく使えてるから中国に住みたいなとかアメリカに住みたいなとかっていう風にですね、あの心がときめかないというのはなんでなんだろうっていうこの素朴な疑問で考えたときに、あの次の第3ラウンドでどういう風にこの社会的な価値に AI を転換していくのかってことが、あの改めてやっぱり本当の勝負なのかなと思っておりまして、で、そういうところにあの関しまして、あのどういうチャレンジをしていくのかってことが今、あの求められているのかなという風に思っております。 で、あの、一つ、あの、本を紹介したいんですが、これ、あの、リバネスのですね、マルさんと、それから、あの、小原さんですね。えっ、ー、と、私は前職リクルートだったので、最初の上司が、あの、この協調者の小原さんだったんですけれども、あのディープテックという、あの、本を、あの、書かれていて、まあ、あの、タイトルにある通り、SDGs 時代の出読書っていう形になってます。で、ディープテックのディープは、今、あの、流行りのディープラーニングのディープではなくてですね、ディープイシューのディープなんですね。 で、DVC というのは何かというと、あの、まあ、世界規模の根深い課題。 ということで、あの、まあ、今 SDGs みたいな言葉がありますが、ESG 投資とか、ゼブラとかですね、パーパス経営みたいなあの言葉が出てきていて、あの、まあ、いわゆるビジネスの作り方っていう意味でも社会的な価値の方に向き始めてる時代になってるのかなと思います。で、この時に、あの、じゃあどうやってこのディープイシューを解決するのかというと、あの、単一のサイエンスだけではなくてですね、あの、複数のサイエンス、あるいはテクノロジーをこう掛け合わせて、今まで解けなかった問題を解こうと。 例えば我々ですと、あの、介護の問題を解こうとしているので、あの、介護のドメインサイエンスと、それから AI のテクノロジーを、あの、こう、掛け合わせると。で、イノベーションの語源は、あの、まさにニューコンビネーション、新結合ということで、この新しい結合を生み出すことによって、あの、この DPC を解決できるようなディープテックを作っていこうって、まあ、そういうことが、あの、解説されています。でこれ、あの、私いつも、あの、ちょっと簡単に言いまして、あの、PPAP って言ってるんですね。こっちに AI があって、こっちに介護があってこう、うんとやるの。 が、まあ、ディープテックというふうな形で、えー、お話をさせていただいておりまして、これをどういうふうにこう、うんってやるかってことが結構重要です。ここのうんっていうのが良くてですね、結構気合いを入れないとうんってならないので、ちゃんとうんってなるようにするっていうのがすごくあの重要ですと。で、じゃあ世界ではどういう PPAP が始まってますかみたいなことを少しお話をしますと、えー、今日あの、ノーベル賞の話も加賀先生からありましたが、ノーベルプライズダイアローグというイベントがあります。これはあの、ノーベル財団がやってるもので、あの豪華なんですね。ノーベル賞の受賞者の方が この世界をこの周遊しながらダイアローグをやるってことでいろんな国に行かれるんですが2019年の,あの日本のノーベルプライズダイアログ東京のですねテーマが「t h e a g e to c o m e ということでまさに超高齢社会っていうのがあのテーマだったわけですね。であのえーノーベル賞受賞者の方がもう4人かな5人ぐらい来られていて日本から本庄先生が来られてたんですが最後ですねそのノーベル賞受賞者の方がずらっと並んでですね パネルディスカッションをするっていう、はすごく圧巻なの、の、パネルディスカッションって形なんですが、同時にそのパラレルセッションがいくつかありまして、私も、あの、運よく登壇させていただきましたと。一番左の方が、ノーベル生理学賞の受賞者の方で、その隣の方が、オックスフォード大学のジェロントロジー、老年学ですね。さっき介護のドメインサイエンスみたいな話もありましたが、そういった領域がありまして、そこの権威の先生です。で、それから、あの、マシンランニング、あるいはコンピュータサイエンス、あるいは AI っていうところで、えー、くさび雑が、あの、呼ばれておりまして、その横に、ま、サイバー大の3回先生もいるってことで、ロボットの 世界ですけれども、まあ、それぞれ異なるるバックグラウンドがある中でですねそれをこう、うんってやってですね、問題をどういうふうに解いていくのかというような、えーまあ、場だったわけでございますと。で、その時にあにいろんなこのノーベル賞受賞者の方々が口々に言ってたのは、えー、っと、その日本が一番最初に超高齢社会を迎えますと。あの加賀美先生からも、あの、課題先進国というお話がありましたけれども、あので、まあ、世界中の研究者からしたら、まあ、日本がある種のラボみたいなもんだよねと。 なので超高齢社会のラボとして日本を使っていこうみたいな、そんな話がありまして、で、あの、いろんな研究者の方が世界中からま集まってですね、あの、アランドディをやって、で、そこで得られた成果をですね、その後、こ超高齢社会を迎える国々に対して、あの、まあ、共有していくというようなことができたらいいんじゃないのかというのは、そんな話をしておりましたと。で、その中でですね、あの、シェックマンという、あの、ノーベル賞受賞者の先生がいたんですが、彼が、あの、面白いプロジェクトのご紹介をしてくださったんですね。 で、それが、あの、こちらの ASAP というプロジェクトでして、 これ何かというと、えー、グーグルのですね、創業者のセルゲイ・ブリンさんと、えー、そのシェックマン先生が、あの、パーキンソン病対策のプロジェクトをですね、一緒にやってるんですね。すごいですよね。シリコンバレーの、あの、ガーファの創業者レベルと、ノーベル賞受賞者のレベルの人たちが、こう、うんとやりながらですね、今まで解けなかったパーキンソン病の問題の、あの、解決に、えー、プロジェクトを立ち上げて、あの、向き合っていってるというようなところって、あの、今までですね、こういう介護分野に近いような世界で、あの、まあ、あの、シリコンバレーの、あの、コンピューターサイエンティストとか、 立ち上がるっていうのがなかなかイメージできなかったんですけれども、今世界がそういう時代を迎えているっていうような形になっているかと思います。で、こちらはあの非常に有名ですが、あのマイクロソフトの創業者のビルゲイツなんですけれども、まあ彼もビルゲイツ財団でアルツハイマー病の対策プロジェクトっていうのをやっていて、あの o g l e もあのマイクロソフトのですね創業者もですね、えー、まこういったプロジェクトに取り組むっていう意味でのあのコンピュータサイエンスの扱われ方っていうのもだいぶ変わってきたのかなというふうに思います。 で、私どものエクサビザーズ自体は、まさにこういった AI を用いた社会課題解決を通じて幸せな社会を実現するということで、特にあのディープイッシューとしての超高齢社会っていうところにあの向き合っておりまして、あの、ま、高齢者の方が増えていく中で医療、介護、それから社会保障士の持続可能性とかですね、あるいはあのー、 え、認証になる方が増えることによって、2030年くらいにはもう200兆円ぐらいの預金がですね、凍結されるっていうふうに言われておりまして、その金融のサステナビリティっていうところもすごくあの大切になってきますので、そういった部分での AI 活用っていうのをやっております。で、それから今度労働人口が減っていくっていう問題がありますので、HR テックですとか DX ですとか、あるいはロボットみたいなところに AI を活用するっていうのをやっておりまして、あの、まさにいろんなこのディープ、あの、テックのプロダクツ、 を作っってていいるとううよなな形になっておりますその中で今日はちょっと介護分野の事例を簡単にご共有できればと思うんですが、まず一番最初に取り組んだのが、介護の世界ってまずあの科学になってないんですね。 で、どうやったら認知症の症状が改善するのかというのがよく分かっておりませんということで、まさにあのディープラーニングなども使いまして、えー、介護をしているですね、動画を実際に解析をして、あの、介護の基本動作の見る、話す、触れるみたいなところのモダリティがですね、どういうふうに変化したときに、要するにベテランの方と初心者の方でどう違ったときに、認知症の症状がどういうふうに変化していくのかっていうところの,あのデータセットを作りまして、それによって科学的な介護とは何かということを、あの、開発しに行くというようなことをやっております。 で今日はあの、介護の分野でですね、えー、事例としては3つ AI の活用が出るんですが、1個目はあの、サイエンスにな,かなってなかったような部分をサイエンスにするっていう、あのそういう話で、えー、こういうことをやっております。はい。で、次がですね、えっと、これ福岡市でやってるんですが、じゃあその科学的な介護がどのくらい効果あるのかっていうのを実証実験しましょうということで、えー、実際にご家庭で介護をされている方100人ぐらい集まっていただきまして、えー、その科学的な介護の研修を2時間。 やらせていただいたところを導入1ヶ月後ですね、認知症の方の症状が20%改善、それから介護者の方の介護者負担感も28%改善したということで、たった2時間なんですけれども、やっぱり科学的な介護っていうのはすごく効果があるなってことが分かってきました。これ厚労省の厚労課研でやらせていただいたプロジェクトになっておりますと。で、その後ですね、これが2点目の使い方なんですが、じゃあ、サイエンスになったものをよりこう普及させよう。 でスケーラビリティをあのアップさせるために、えー、と、まあ、あの、こういったあのアプリケーションあの、デジタル、それから AI が活用できるというところで、あの、先ほどの研修、こちらの研修、実はオフラインでやってたんですね。で、それをオンラインにしてスケーラブルにしようということで、あの、えー、ケアをやってる動画を撮ってですね、 え、で、送ってくれるとですね、AI が赤ペンを返してく、赤ペンを入れて返してくれるっていう、そういうアプリケーションをあ作り始めました。ただやっぱり AI でできることってあの限定されているところもあるので、さらにあの人間がですね、介護の達人の人がそこにログインをして、AI に加えてですね、のここの部分をもうちょっとこうしたらいいよってことを教えてくれるってことで、そこはあのハイブリッドでやりますということをやっておりまして、AI カメラ搭載型の介護教育ソーシャルネットワークサービスみたいなのを作っていってですね、これがあの今少しずつこうあの普及していってるっていうような形になります。これによって 社会全体のケアクオリティっていうのが上がっていくというような形になるんですが、えー、さらにですね、そこからあの AI による介入効果の可視化ということで、これ3つ目なんですけれども、 え、その社会的なインパクトを可視化するためにも AI を活用してるんですね。で、具体的には、あの、自治体から、あの、介護認定データを、あの、もらいまして、で、それを、あの、AI で、あの、解析して、えー、3年後に介護度が悪化するかどうかを予測するっていうのをやったところですね。まあ80、80%以上の確率でもう予測できてるんです。で、そうすると、ここにいるピンクの方が、あの、重症化しそうだということが分かってるとすると、じゃあ、あそこに、あの、先行介入して、重症化予防をやろうということを、あの、実施するという形です。で、これ、もうちょっと ちょっと平たく言うとですね、妖怪ごと4の方がいて、頑張って介護をしたんだけれども、妖怪ごと4のままだったねというと、効果がなかったねって言われちゃうんですが、AI で予測すると、3年後に80%以上の確率で妖怪ごと5になるはずだったというときに、あのえー、実際に介入したら妖怪ごと4のままだったねって話になると、あ、効果あったねとも言えるわけですね。なので、AI で予測することによって、初めてインパクトを可視化することができるというような方法も、この認知症の世界の中では少しずつ確立し始めているというような形になりますと。でこれは 全部ですね、統合すると、えー、認知症の方がいて、で実際にあの介入すると認知症の症状が改善し、介護度の悪化が抑制されて、えー、介護費の持続可能性も上がっていくるというわけですねで。福岡市で先ほどお話ししましたが、えー、1人当たりですね、あのかかった教育コストが1.5万円くらいなんです。で一方で、要介護度5と4の差って月額支給額大だいたい5万円くらい違っていて、えー、12ヶ月で年間で60万円で、あの3年で180万円くらいになりますので、 1.5万円先行投資すると180万円戻ってくるかもみたいな、そういう仮説が生まれるわけですね。で、これはあの2018年の未来投資会議でもお話をさせていただいていて、えー、に会合報酬改定って実は3年ごとにあるんです。で、21年、24年みたいな形で開始されていくんですが、あのまさに24年あたりをターゲットにですね、あのこういった部分があの徐々にこうです、ね、あの盛り込まれ始めているというような形になっておりますと。はい。で、えっ、ー、と、ただこういったことをあの進めていくときに、あの、 いわゆる倫理面ですとか社会的な価値っていうのがまさに重要になっていて、あの今日一番最初、まああの社会の失敗みたいな話もしましたが、そうならないようにしていくってことがすごくやっぱり重要だと思いますと。で、当初ですね、少しあの冗談っぽく言っていたのが、えー、以後の世界の あの、AI で、あの、アルファ語っていうのがありますけれども、あの、じゃあ、介護の世界は、アルファ介護だっていう風に、半分冗談で言ってたんですね。あのー、これ、すいません、ちょっと英語に、英語でどう翻訳されてるのかがちょっとわからないんで、ご迷惑をおかけしてるかもしれませんが。で、まあ、ゲーム論的に見ると何が違うかというと、以下のせ、以後の世界は、あの、二人でプレイしますと。で、五番の目の情報が見える、完全情報ですと。 でどっちが勝ったらどっちか負けるってゼロサムゲームですよねと、と。一方で、あの、介護の方は多種単位なんですね。で、少なくても介護をする人、あるいは認知症の方、介護施設の経営者、それから社会保障費の納税者とか、まあ、いろんなタイプの方がいるわけですと。で、さらに、あの、5番の目の情報のように、あの、介護のデータってのは全部見れるわけじゃなかったと。で、密室でケアをしてたりもします、みたいな。 ただ一部のデータについては、先ほどの、てうんですかね、ディープラーニングみたいなものを使うことによって、あの、可視化することができるようになり始めているというような形ですと。 で、最後に、あの、まあ、どっちか勝ったらどっちか負けるっていうゲームではなくて、今日まさにご紹介した通り、えー、っと、認証の方の症状も改善する。それから、えー、介護者の方の介護者負担感も改善する。で、介護者負担感が改善したら、介護施設の経営者は、えー、離職率が減るので嬉しいですし、さらに、あの、先ほどの事例のように、社会保障費も効率化されて持続可能になるので、あの、納税者も嬉しいというような構造になりまして、そうすると、これがウィン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 の構造になるわけですね。 で、特にあの AI みたいな新しいテクノロジーを社会に導入していくときには、この社会的重要性というところが非常に重要で、えっと、そこのあのモデリングとかデザインというところまでもやらなければいけないというところが、あのサイエンス、それからビジネス、さらにそれを超えて社会のためにっていうことで言うとすごく重要になってきていて、ビジネスモデルもそうなんですが、えー、まあ、現在の企業っていう世界で言うと、こういったところまでですね、デザインすることっていうのがもう一つ次の一歩の要件として必要になってきているのかなというふうに思っております。 で、それをじゃあやるための具体的な方法論のですね、オープンイノベーションの技っていうのは結構ありまして、これはあのみんなの認知症情報学会という学会があるんですが、えー、これは何かというとですね、AI の研究者の方、当然学会員として入れるんですけれども、認知症の本人の方も学会員として入れるんですね。 で、自分が、あの、自立するために、スマートスピーカーに、こういう AI の機能を実装してほしいとかっていうのをどんどんリクエストくれまして、それを、あの、片っ端からリスト化していってですね、で、それをもう数年かけて AI の研究者が実装していくみたいな、そういうプロジェクトをですね、国プロでも動かしているっていうような形になっておりまして、私も、あの、理事を務めさせていただいてるんですが、まあ、すごく新しい形での学会、えー、そして、その社会的な価値であり、えー、エンドユーザーを巻き込んだ形での、あの、方法論っていうのが、 始まっていて、こういう手法を取ることによって、先ほどのサイエンスとビジネスの後のですね、ソサイエティの失敗がないというようなまあストラクチャーを作ることができるというようなあの形になっておりまして、今注目されているというような形になっております。はい、私からは事、えー、業紹介の方は以上です。はい、どうもありがとうございました。えっとこれからはですね、えっと17時30分ぐらいまではあのこの今日パネリスト 両先ほど、チャットの方でもあのご連絡いたしましたが、あの質問のある方、遠慮なく、まあ、できればこの画面の下の方にあります Q&A という機能の中に書き込んでいただく、貸していただけますとありがたいと思います。あのぜひとも遠慮なくですね、あのご質問いただきたいと思いますが。今日 あの中村社長石山社長のお話を伺ってまして、えー、私も本当にあの聞いてると本当ワクワクするんですね。あの一つにはあのこのまあ宇宙の,この技術が、まあ、社会実装していよいよ実用化に向かっていてでこれが今度明後日、まあさって数機打ち上げさらにはまたこう打ち上げの中でその地球の周りを アクセルグローブという話がありましたけれども、これはまあコンステレーションっていう言葉で表現されてましたが、これによってもたらされることがさまざまなその問題解決につながるんだと、今日農業の話もあのいたしましたしあのいろんな話がこうあってですね、もうまあ、お話からあってこうすごくわくわくいたします。石山社長さんのお話もさまざまなあのこれまでの,とそのビジネスとしてのご経験あるいは研究者とのご経験の中から この介護といったところにそのポイントを当ててそしてその中においてまあ先ほどアルツハイマー等と言われましたけれどもまあかつては問題解決できなかったものがまあテクノロジーあるいは研究生活によって取って変わって問題解決がなされるとまあこういったようなことでですねどちらも本当にあの私はあのうあ随分とこう変わってくる社会の中にいると思うとそれだけもう嬉しくなってしまいますが最初の質問はですねなんか私の問題提起にも そのまあ、戻る話になるんですが、えー、両社長様にお伺いするとするとこの技術とその社会課題というようなものがですね多分想像するとあの技術があって何かこれをどうアプリケーションがないかと考えているフェーズもあればふとしたとおりずっと考えているとパッとそこにこの問題のようなものが 入ってきてですね、なんか技術と結びつくというようなものもちょっとあると思うんです。なんか研究者がですね、まあ、社会問題とこう結びつくようななんかプロセスとかきっかけとか、今日はあの、出雲社長の話はしたんですけど、中村さんのお話の中にもそれはあったように思うんですが、もう一度、その、いわゆる研究者として、あるいは技術というものと、 何か具体的な社会問題の解決と何か遭遇するといいますか。何かそういったようなものはどういうところで研究者に現れるものか。ちょっとまず石山さんからとお話を伺ってよろしいですか。<あ>さっきの話もあったんですけど。はい、あそうですね。あのー えっと、もう、あの、みんなの認知症情報学会みたいなの作っちゃうっていうのはもう、特に、あの、アカデミアにいる方にとっては分かりやすいかもしれないですね。それはいわゆる、えっと、社会課題をセンシングするための、もう、あの、コンソーシアムとか学会みたいなものを作っちゃって、そこに、えっと、実際に、あの、悩んでる人たちがいっぱい集まるようなこう仕掛けを作っておいて、具体的に聞いちゃうみたいな話っていうのは、一個面白いアプローチかなと思います。で、これ、あの、最近ですと、台湾の IT 担当大臣のオードリー・タンさんもですね、使ってるアプローチで、 彼女はあの言葉で,です、ね、ストーリーウィーバーというのとコードウィーバーというのがいると言ってるんですねで。ストーリーウィーバーというのは実際にその困っていることを教えてくれたりとか、その困っていることの解決手法の仮説とかアイデアを出してくれる人で、コードウィーバーの方はいわゆるそのプログラミングができて、それを実際に実行している人で。この人たちがやっぱりこのさっきの PPP a の運じゃないですけど、会うことが重要で、それをやるためにはやっぱりそのコミュニティがすごく重要と。 で、コンピュータサイエンスの世界ですと、オープンソースコミュニティみたいなものが古くからあって、そういったものを蘇生しやすいんですが、最近はスタイルとかトレンドとしてはコードウィーバーだけではなくて、ストーリーウィーバーも入れたようなオープンソースコミュニティを作るっていうのが一つの方法論として生まれてきてる。で、それはみんなに認知症情報学会も、台湾のコロナの封じ込みを行ったチームも実は同じことをやってるってことなのかなと思います。 だそのある種のメ,ホメソドロジーといいますか方法論もです、ねまあ、進化しているということなんですが中間さんにもあのお話伺いますが、まあ、研究者とやってきて、まあ、あの何かこれをやろうとすると何かもう会社を作ることが,ができるんじゃないかと、まあ、冒頭あの山口さんからもご説明ありましたが中間さんの,このさっきのウェザーニュースさんの話というのもこれは何かもともと何かアプリケーションとしてはあっ で、まあそのウェザーニュースさんとの出会いっていうのがどんなものだったか、ちょっとそのあたりもう一度お話しいただいて構わないでしょうかね。そうですね。あのウェザーニュースに関しましては本当にこう彼らがこの抱えている課題をどういうふうに解決していくかっていうまあそれをこう考えている中でちょうど我々が起業していたタイミングがすごくあったので良かったんですけども。 ちょっとウェザーニュースの,その持ってた課題を説明するのがいいかなと、ちょっとあのプレゼンの中でもお話ししましたけれども、北極海の氷の分布を知ることが必要だったんですね。で地上から観測するっていうのは、その要はあ、まあ、見通しの範囲しかれません見えませんので、十分その北極海全体をモニタリングするっていうことが難しいと。で飛行機を飛ばすっていうのはも、そのしょっちゅう飛ばせませんねとで。そうするとやっぱり衛星から見るのが一番いいですねっていう話になるんですけれども、あのやっぱりその 北極海の氷を見るための衛星っていうのはそもそも世の中に存在しなかったわけなんですよね。でなので、そうするとその他の用途に使われていた衛星のデータを使うことになるんですけれども、あの結局その、やっぱり衛星から地球を見るっていうのは、まあ、安全保障の使われ方というのが一番あの大きいわけですので、そうするとどうしてもその氷を見る用途には適さないという話があって。 で、たまたまその我々のソリューション、持っている技術がそこにこう、はまることができたっていうのは、これ非常に大きいポイントだなと思ってまして、あの、我々の場合って、その、ま、いずさんのように本当にもう、ご自分が課題をお持ちで、そのためのこう、技術っていう形であればすごくいいんですけども、おそらく多くの技術者の方、 がこう起業ししててていくって話になるとどうしてもこう技術をオリエンテッドというか技術が始めあってそれをこうどう解決していくかという課題をこう見つけていくというのが非常にこう苦しい多くの大学発ベンチャーが抱えている悩みなんじゃないかなというふうに感じてまして我々も実際そうでした。やはりその会っていうのはその誰と話すか本当にその課題を持っている人と出会ってそこにこう,うまくこうはめ込めるような提案していけるかっていうことかなと。 いう,ふうに思っててまして、まあ、その,あの意味であの先ほど石山,石山社長がおっしゃったの非常にこうアグリーだなと思ったんですけれどもあのやはりそ,のそういう,こう,こう出会いが生まれる場をいかにこう作り出せるかっていう点がすごく大事だなというふうに思ってます。はい ありがとうございます。あの、私、あの、あのそれこそ JST さんにものいろいろご指導をいただいて、今、文科省の、あの、エッジネクストっていうですね、あの、まあ、このプログラム、アントピプラプログラムで、まあ、東大の、まあ、あのこういうコンソーシアムを組んで、私、まあ、この代表をやってまして、まあ、東大のこのコンソーシアムでは、とりわけこの研究者、まあ、あの、例えば大学院の学生さん、 あるいは,あるいはまあ場合によっては任をついてらっしゃるような例えば特任の教員の先生方、まあ、こういった先生方にも入っていただいて実はその研究成果で持ってるものを、まあ、実際事業化に結びつくと、まあ、ただあの今あの中村社長おっしゃったようにこの技術って素晴らしいしなんかざっくりとしたような,なんかアプリケーションを考えるんだけどしまた言い方によってはですねあれもこれも何でも適用できるというようなあの言い方があるんですがただまあこのままのうち数でいうと、まあとで またご質問が聴講している方から出ると思うんですが、えー、なかなかお金がつかいつかないといったようなですねだからむしろよく我々の世界で言いますとキラーアプリケーションといいますか何かこのテクノロジーなり技術あるいは研究成果が何一番最初にこうフィット感を持ってやるかとあ膝を打つようなねがこれだったらいけんねっていうものがあるまで。 え少しまあでもこれもあのえーあのユーグレナさんのようなケースの場合もまあ出雲さんがまああのおっしゃるのは500社ぐらい会社を待ってみてやっとたどり着いたんだというわけですからまあ多分この辺りが一番あの大変なことではあるんですけどまあたださっきの,あのお話変わってますとそのウェザーニュースさんのような話もそれからまあ石山さんの話の中にもそういうコミュニティを作ることによってなんかこう投げかけ型で,ですねいろんなそ,のやりそれにまたテクノロジーがこうキャッチボールするような何かコミュニティを作るっていうことの重要性 があったと思うんですが一方でですねあの、えっと、中野さんのお話の中にあるいわゆる小型衛星マイクロサテライトっていうのはどうやらその大きなその衛星に比べると、まあ、その我が国の,その技術が、まあ、中塚研究室含め、まあ、結構優位性を持ってるような。 まあそういう技術。それから、あの、ことによって石山社長のお話を伺っていると、なんか我が国の社会の、まあさっき先進性といいますか、まさに日本が、まあそういう意味で言うと、何か実験場のようになったらいいという,ような話があったように、社会課題がそこに集積してるっていう、何か日本でこれが事業としてその研究成果が何だかの事業化に結びつくっていう、なんかに、あの決して私はあの日本であることにこだわっているわけじゃないんですけど、あの、今日の石山社長のお話も、中村さんの話も、中村社長の話も、 何かこの今、この日本の中の研究成果が事業化するっていうようなことが何かこう競争優勢を何か持っているような側面があるかなと思ったんですけどちょっと私、認識間違っているんでしょうか石山さん、いかがですか。 あいえ、あの、おっしゃる通りだと思います。で、あの、実は、あの、あエクサウィザーズ自体は2つの,あのベンチャー企業が合併してできたんですけれども、そのうちの1つの,あのベンチャー企業というのは静岡大発ベンチャーだったんですね。で、この静岡大あの学に行った竹林先生という教授が、先ほどのみんなの認知症情報学会の代表理事でもあるんですが、やっぱり、あの、長年、えー、この分野の研究をされていたと。 で、実はこの会社はですね、AI の父って言われてる MIT のマービー・ミンスキー先生とずっとあの交流しながらやってたんですけれども、ミンスキー先生もですね、やっぱりその今まで培われてきた AI の技術を、あの、これからはあの介護の問題に使っていった方がいいっていうのをずっと言われていて、で、二人があの、長く、その日本、で、ミンスキー先生日本大好きで、あるいはあの、仏教も大好きでみたいなぐらいな方なんですけれども、あの、すごく注目されていて、で、二人がやっぱり意気投合する中で、あの、ミンスキー理論をいかに介護の世界に活かしていくのか、 いうこことと自体を長年研究されてたたたろから、まあ、出発した形だったんですねなのでその日本もバックグラウンドも生かしつつ、えー、研究してましたし、竹林先生自体はもともと東芝のですねあの研究者って形だったので、そういう意味でもやはりあの日本初のテクノロジーというところをうまく生かしてるかなというふうには思いました。 ありががとうございいますす社長いかがですかで私なんかの中塚先生の研究がある意味においては戦略的にテクノロジーでいうと小さな、まあ、最初の10センチ、10センチ、10センチの話から始まって今のあるものも結構大きくなってますそれでもですね、まあ、衛星全体からするとものすごくマイクロサテライトといいますかそういったものにこうフォーカスをしてそこで何らかの,その競争優位性あるいは事業としての技術優位性をまあ担保しているという感じがするんですがいかがでしょうか。 そうですねあのこれ、最初から戦略的にそう,そう動いたわけではなくてですね、やはりそのおいろんな制約があります、大学で衛星作るってなるとその予算も限られるわけですよね、そのまあ、アメリカとかですと、まあ、それこそ,その政府と NASA、軍から、もう宇宙に関してはもう莫大なお金がこう、まあ、投資されるわけですけれども、まあ、なかなか日本ではそういうわけにもいかない中で、じゃあどう工夫して。 衛星を作って運用していくのかって考えた時にそれこそ,その地上で使える技術をやはり最大限使ってそれでこう宇宙でちゃんと動くような仕組みってどうすればいいんだろうかっていう,こう研究テーマにこう日本独自でしていくことができたという点は非常に結果的に良かったと思っておりましてなのでその我々の今の技術というのもその大学時代の考え方ですよね。 地上のものをどう工夫して宇宙で使えるようにしていくのかというところに結構フォーカスしてきたので、一方、他国の場合はもう予算がしっかりあって、宇宙用の部品もある、それを使うことが品質を担保するやり方なんだっていうのが、一般的なそのスタンダードとして確立しているということもありまして、結果的に同じ1 0 0ラムの衛星を作ろうと思っても、コスト面でやはり大きなまあアドバンテージが我々生まれているということがあります。あと加えて、日本の,そのものづくり能力の高さ。 非常にこう高品質なものを比較的低コストで作れるというような、そのこれまでこう築き上げてきたものがこう活かせているという点もです、ね、日本でやっていけることのまあ一つの大きなメリットかなというふうに思っています。 あの今日はあの石山社長のお話の中に、まあ、あの私が最初にこう言った話から更にこう踏み込んであの石山社長はこう第3ラウンドというようなしたがってサイエンスからビジネスでも騒ぎながらやっぱりソサエティまでこうノリシ場が出てないといけないと特、まあ、にですねやっぱりこう社会のインフラが、まあ、新しい事業ができたとしてもやはりそれと社会とのフィット感みたいなのを考えると、まあ、これが例えば いわゆるそのサテライトを使った農業ビジネスとは言ってもですね、いわゆる、まあ、いわゆる精密農業とかプリスチャンアグリカルチャーと言われるようなものがあったとしても、実体としての農家というものと乖離があったりするとですね、やっぱり、あの、テクノロジーはあり、サイエンスはあり、そこにある種の事業家の至るものがあるんでしょうけど、何かソサイエティ、社会っていうものとの、この、 連動っていうものはなかりすれば、と思って、今日お二方のお話は。ともに、あの石山社長からご提出された第三ラウンドって言葉があると思うんですが。あの、今のこの第三ラウンドって、このソサエティっていう部分で言うと、中村社長の。今やってらっしゃる事業においても。まあ、サイエンスからビジネス。さらに言うと、ソサエティっていうあたりの乗りしろっていうのは、どんな感じに捉えてらっしゃいますか。そうですね。あの、まあ、ちょっと捉え方として正しいかどうかわからないんですけども、我々今、その個別のこう。 利用事例を作っている段階なんですね。で、我々が次越えなければいけない壁は、それをこうどう産業にしていくか。うん、例えば農業であれば、そのある農家向けのアプリを作りました。ただし、それがじゃあ、あの日本の農家にもアメリカの農家にも共通して使えるものになっているかって、まあ、まだまだまだなってないわけですね。その業界の中で衛星画像というのはこういうものだという共通認識ができて、それがこうアプリケーションの中に当たり前にこう取り入れられるようになっていくというためには、やっぱりもう一歩、 えー、踏み込んだあ対応というのが必要になってくると思ってまして、まあ、我々の,あのビジネスの場合ではそこなのかなと。で事例は本当に出てきてるのでその先。 その産業の中でのコンセンサスみたいなのをどう作っていくかというところ、まさにあのそ,そこがこう課題だというふうに思ってます、ねうん、あの石破社長のさっきのお話の中で、福岡市の,あの高島市長と一緒にごやんだっているプロジェクトでもです、ね、私あの、そういう外国の世界にサイエンスが入り込んでみると、ちょっとしたワークショップであっても、それがサイエンスが後押しするその、まあ、数字が出てくるという話があったんですが、ただ、これが本当に事業としてやるためには、やっぱりそのちょっと次の時点の中んかのりしろ出しみたいなものが必要になってくるってことなんでしょうかね。 あはい、あの、おっしゃる通りですね。で、あの、よく、これも、あの、投資家の方によって結構、あの、印象が違うんですけれども、まあ、介護の世界って、えっ、ー、と、介護事業者がそんなに、あの、利益率が良くないから、あの、いろんなアプリケーションを使ってもお金を払える人っていないよね、みたいな話がやっぱ出てくる中でビジネスとして難しいでしょって言われたりする方もいらっしゃるんです。ただ、やっぱりここがまさにこう、ビジネスとしてどう見るか、みたいなところなのかなというふうに思っておりまして、まず一つはですね、 えっと、2030年ぐらいをターゲットに、まあ、その国がやってるところの介護保険だけでもですね、大体20兆円くらいになるんですね。で、先ほどあの20%くらい改善するみたいな話がありましたが、20%改善したらですね、あの、えー、16兆円になるわけですよね、と。はい。というふうに考えると、4兆円トータルアドレッサブルなマーケットがあると。 でこれをどうするのかって話の時にあに、エビデンスが作れたら、あの介護報酬改定の中に載るっていうのは、まず一つ分かりやすいビジネスモデルとしてあるので、そのロードマップを作っていくっていうのは、まあ、戦略上一つあるだろうなと。 でただ、そこに行くあのアルゴリズムアップデートがある手前でですねできることっていうふうに言うと、あの実は、えー、介護施設を見ると、ですね人件費はやっぱすごくかかっているんですね。そうすると、じゃあ、ここの人件費を効率化するっていうのをどういうふうにやろうかって話で、でも頭の中でいろんなトレードオフが生まれるんです。我々はどっちかというと介護の品質を上げたいって話なんですが、生産性向上とトレードオフがあったらどうしようとか思うんですけれども、やっぱりそういうトレードオフを突破していくところが、アントレプレーナーシップのすごく重要なところで、うんえー、介護施設でいうとですね、 前のニーズと言っては品質向向上上よりも生産性向上なんですねなのであの我々実は生産性を向上させるようなアプリケーションも作っていますと。であの今インカムをつける形になっていてスマホポケットに入れていただいてで例えばじゃあ、えー、石山さん え、朝食、全量、接種、完了ってですね、言うとですね、そのまま音声認識で、ケアカルテにもデータが入るっていうのを最近リリースしたんですが、そうすると今度データが溜まっていくと。で、そうした生産性が上がる自然なプロセスの中で、えっ、ー、と、ケアクオリティが上がるようなものも入れつつ、その頃には介護保守が改定されてるっていうのをですね、まあ、この両機器の経営じゃないですけど、バランスよくやるっていうのが、なかなかテクニカルで難しいんですが、まあ、そういう体力があれば、やっぱりこう、最終的にビジネス化できるってことなのかなというふうに思っております。 ありがとうございますじゃあ,あの、今ちょうど時間があの参りましたので、これから質疑応答であのいろいろ、あのお目覚方とのディスカッションしてまいりたいと思いますが、ここからは山口さんにあの、まあ、バトンを戻します。 どうもありがとうございました。あのお三方ともあのすごい素晴らしいあの研究とあの社会の接点といったところをあのはいあのすごく魅力的なお話くださいまして、普段あのアカデミーの中であのまあ造詣の塔と言われるところであの皆さんがハプておられますけれども、それそれどうやってあの社会にあのこう 変換していくかといったところをあの考えていただくきっかけにもなったんじゃないかとあのすごく期待申し上げます。あのそれではですね、ちょっとこちらからあの画面を共有させていただきましてあの Q&A セッションに移りたいと思います。はい。それではこちらえー、っとはいご覧いただけますでしょうか。はい。ではあのこちらあのまずこの画面に映っておりますのは。 あの、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、セミナーが、始める前にですね、参加者の皆様からご質問いただいている内容になります。で、あの、先ほどから、Q&A にも、あの、4件ほど、えーえー、ご質問いただいていますので、それも、あの、間に合えば、あの、お答えいただくようにいたします。はい。それでは、q 1です。通常のベンチャー企業,企業ではなく、研究者発ベンチャーであるからこそできること、あ からこそことや見える展望について伺いたい。経大学の教員様からのご質問です、えー、こちらはえ鏡、ー、先生、えー、まずいかがでしょうか。はい、あのそうですね。私のパッと想起しますのは、まあこれあるというまあ、研究者発といいますか？研究成果型のベンチャーと捉えると多くの場合はですね。 まあ、例えば特許性のある技術例えばあのこれはあの例えば小型衛星にしましても例えばあのそのいわゆるディープテックというふうに今日石山社長がおっしゃったことの中にやっぱりその大学の中で使われたものを何らかの権利化をするというものがある場合にですね事業として考えるとそれによって まあそのまあ、自らの事業をプロテクトできますし同時にそれが事業基盤になるという意味において、まあ、これは通常のベンチャーというのが、まあ、いわゆる大学の初のディープテックのベンチャーじゃないという,うに通常のベンチャーを捉えるとですね、まあ、一つの知的財産のようなものが介在するということがあるので、まあ、事業としてそれを、まあ、これよくあるビジネスのようなでアンフェアアドバンテージという言い方をするんですけど、まあ、アンフェアなアドバンテージすなわちこう特許のようなものがあるので当然それによって事業を守られるという側面があるかなということはあります。まあ、それがあのやはり やはりあのテクノロジーが持っているもので、それがまあ、テクノロジーがそれがやはり、まあ、革新的であるほど、まあ、大きな大きなそのイノベーションの花を咲かせることができるという可能性も同時に持ってるんじゃないでしょうかね。まあ、そんなようなことを感じますが、ちょっとあの両先生にもお話を伺った方がいいかもしれません。私は以上です。どうもありがとうございます。それではあのせっかくですので、では石山先生あのえっとコメントいただけますでしょうか。はい。 あのいっぱいあるんですが、まず研究者の人を採用しやすくなる、これがありますね。で、それから、えっと、共同研究を大学としやすくなるって、同じプロトコルなのであの、スムーズにできる。エクサビザーズでいうと、あの多分 10, 10個ぐらい今共同研究やってると思うんですけれども、そういったこともできるようになりますというところと、あとはあの普通のベンチャー企業ですと、あの投資家から資金調達するということがメインになるんですが、それだけではなくて、いわゆる科学研究費を申請することによる。 っていうファイナンスができるっていうのも、まあ、もう一個ありますね。で、四つ目がですね、最後冗談なんですけれども、営業に行くとですね、あ、先生どうも足元が悪いところに来ていただいてありがとうございますって言って、なぜかちょっとこう、上から行けるみたいなところもあったりするっていうのがありまして、ベンチャー企業だとですね、大企業から見るとめちゃめちゃこう上から見られちゃうんですね。なんですけれども、研究者だったりとか、大学の教員だっていう風になると、なんかすごくリスペクトが生まれて、対等な立場で話せるっていうのが、もう一個いいとこかなという風に思いました。 なるほどいろいろその認知のされ方というのが違うんですね、面白いですね。はい、では、はい、中村社長さんはいかがでしょうかそうですね、お二方が話されたことと大体同じかなと思うんですけれども、おそらくその研究者初でベンチャーをされている方というのは、おそらくその世界的に見ても、ああのかなりのこう成果を出しておられる方なのかなというふうに思っておりまして、まあ、その時点でこうエキスパートで、 あの競争力という意味ではすごくこう最初からこうやっぱあるっていうのは非常に大きなポイントだというふうに思ってます。で、おそらくこうまあハードウェアが介在したりとかねそういった場合も結構多いんじゃないかなと思っておりましていわゆる IT ベンチャーだとそれこそもう資本力勝負みたいなところがあって簡単に真似されるみたいなこともあると思うんですけれどもやはりそのユニークな研究をもとにしたビジネスということになりますとそういったことが起きにくい。あの非常にこう 時間がかかるかもしれない。お金がかかるかもしれないけれども、一旦成功した、まあ,あの成功するにあたってですね、まずライバルが少ないと。それから、あまあそういった点はやっぱりこう比較したときにアドバンテージになるんじゃないかなというふうに思いますね。<laughs> なるほど。すごくあの勇気づけられるお話ですね。あのそういったその大学の先生方もあのすごくユニークな研究されてるんですけども、どうぞそれは自信としてあの、またペンチャーのそういったあの企業の機会があれば、そう,そういったとそのユニークな研究をしていることを。 また、バネにして、あのまた何かチャンスをつかんでいただきたいなと私は思いました。はい、それでは次 q2 ですけれども、えっ、ー、とこちら大大学の教員様から、えっ、ー、と文系の企業,、えー、企業事例があれば紹介していただきたいです。また、資本金はどのように準備されたのでしょうかと？えー、とええと鏡先生、文系の事例はございますか？ はい、あの私も東大にいましてあのいわゆる文系出身、まあ、これはの文系の研究者という意味で捉えるのか、まあ、いわゆる俗に理系文系みたいな考慮方でいうのか、まあ、例えばですねあのいろんな事業がありますけど、まあ、私が一回あの記号化教育のケースで書いたミクスイっていうようなケースがあるんですこれ笠原健二さんという方があの東大の経済学部の学生の時にあの、まああの起,まあ、起用されたようなものになりますけれど、まあ、あのご本人の中ではあのお話してみると結構理系マインドのようなものがありますがあの決してあの研究成果型で ないといいとう意味においてあの文系出身者のの一つの例かもししれませんしあの最近あの私どもの,その東大のインキュベーション施設に入って、まあ、例を挙げるとエスティって会社なんですけど、まあ、これは実は石山さんがご存知かもしれませんこれ AI をまあ結構使うことはあるんですがあのご本人は経済学部を出て一時あの不動産会社ですね、まあ、実は三菱商さんっていう会社に入ってそのやはりまあビジネスの経験をベースにしていわゆるベンチャー従ってですね文系の起業事例っていうことで言うと CT、まあ、といろんなものの例がある んですけど、まあ、今のエスティっていうのは、その不動産事業において。まあ、旧態依然とされたようなものを着眼して。これを何か、そのビジネスできないかというようなことを。実際に大企業に入った後で気づいて。そして、まあ、お仲間と一緒に会社をつぐられた例っていうのはですね。あの、文系の、あの、えー、と、方に多く見られると思います。それから、実際、研究者でもですね。例えば、あの、これ、経済学部でも。それから、いわゆる、なんでしょうか、教育学部のような先生方でも。 その教育型のメソッド自体がですねあのその事業として例えば具体的に教育の事例につながったりあるいはそれによって 例えばこれ、あの、石山社長のところに関連するんですが、あの、教育のそのいろんな考え方が、例えば、あの、自分がその鬱のような状況に置かれているものに対して、ちょっとしたそのアルゴリズムで、一見するとなんか教育の何かあのツールのようなもんなんですけど、それによって自分の今置かれている状況を判断したり、それによって少しこの自分を、あの、今、ストレス状態を緩和するような、まあそういうような、あの、まあゲーム性のあるものを提案したりといった具合に、すいません、教育学部もありも含めまして、いろんな、あの、 文系の事じゃあ,あのこの話とその資本金の話は必ずしもあのあの結びついていることではないんですが多分ご質問の周囲はですね例えば研究成果のようなものがあればもしかするとお金を取りやすいんだけれども文系のようにアイディアだけの場合にもしかすると資本金取るのが大変じゃないかということかもしれませんそういうご質かもしれませんがただあのえっと強いて言えばあの文系だろうと理系だろうと 解決すべき問題ってものがまずちゃんと認識されて定義されていることとそれについて、まあ、アイデアですねこれは決して知的財産とかいわゆる俗に言うサイエンスがなくてもそういったものをやる,やるというのが例えば大企業に行ってそういうことを経験したので問題をちゃんと理解してるしどういうところにそのボタンを押せばこの問題解決につながるかといったもの一連の考え方がちゃんとその例えばベンチャーキャピタリストとかそういったところに伝わればお金は結構出ると思います。 したがって、その問題解決すべき対象と、そのアイディア構想っていうものがですね、説得的にそのお金の出し手に説明ができれば、これは多くのお金がそこにリスクマネーといいますかね、ベンチャーキャピタルのお金として入ってくるケースっていうのは、かなり一般的にあるので、どうかあのご心配なさらないようにお願いしたいと思います。これれもも他の先先生生にちょょっっと伺っていいいいいいいただいてもいいかかかかかししませんが、はい、がででうか、えー、あ石山すはい あの、実は私、あの、大学部の学部は文系だったので、私自身が実は文系企業家の事例にも当てはまるのかなって話なんですが、えっと、もともとですね、あの、ゼミはミクロ経済学に行ってたんですね。でそしたらそのミクロ経済学の先生が、たまたま、 あの、サンフタフェ研究所がやってた複雑系経済学でブライアンアーサーって先生がいたんですけど、その人の収穫定像と経路依存という、あの、インクリーシングリターンさんとパスディペンデスかなっていう本の翻訳をやってたんです。で、あの、複雑系経済学っていうのに興味を持っていて、その延長線上で大学院から離転してマルチエージェントの研究をやってたんですけれども、今ですね、その時の経験がめちゃくちゃ生きててですね、今日あの、 認知症の方がいて、あの、最後、社会保障費みたいな話なんですが、認知症の方にとっての、あの、なんつかね、その、えー、症状の変化って、これ、いわゆるビクロ経済学的な世界ですね。個人の雇用関数なので。で、反対側で、あのー、社会保障費がマクロにじゃ発言するって話っていうのは、これを創発してるわけですけれども、えー、っと、マクロ経済学的な世界ですと。で複雑系経済学はもともとバックグランドなんで、これを結びつけたいというふうに思うわけですね。っていうところでも横断して、 今データ、データがあの AI で解析できるんで、あのいわゆるその社会保障費1単位が微分可能になるみたいな形をちょっとイメージしながら、あのモデルっていうのは作ってたりするんです。で、これって当時の文系時代に知識がなかったら、社会科学の知識がなかったらできなかったところなので、やっぱりそこでユニークネスを出すことがあって、えっと、今に至ってるみたいな話なので、そういうふうに言えるかなと思いますし、もう一個だけ事例を話すと、最近会った人むちゃくちゃ面白かったんですね。古典さんっていう会社さんで、古、え、典、っと、のラジオをひたすら作りまくってるっていうのですごいユーザーがいっぱいいる らしいんで、すねで資金調達どうしてるんですかっていうと、古典好きな投資家の人がいっぱいいるんで、資金調達できますっていうふうに話していて、彼らはコンテンツを大量に生産できるので、それをなんか 2B でも 2C でもいっぱい売れるっていうことで、ビジネスをこれから作っていくらしいんですけれども、そんなあの会社さんもあって、あの文系でもまだまだチャンスがあるなと。で、特に第3ラウンドは社会的な価値なので、そこをデザインする力って文系の人もむちゃくちゃ強いと思うんですね。なので、実はこれから、文系の出身のスタートアップが大量に増える時代になるんじゃないかなというふうに思ってます。 それはなんかすごくあの嬉しいなんかあの予測ですね。きっと AI で予測されてると。<laughs> いいいはいありがとうございます。じゃえっ、ー、とすみません中村社長様いかがでしょうか。はいえっ、ー、とまあ私の場合はまああの文系の企業事例というよりまあ後半のところかなと思うんですけどまあ資本金というか資金調達をどのように。 すすするかかととといいいうことだと、まあ、あの解釈すればいいですかねあの、まあ、そういう意味で言いますと、まあ、一般的にはこうベンチャーだからあの VC から調達するみたいなことをあの考えてしまうとなかなかハードルが高いなみたいにあの思われることももしかしたらあるのかもしれないなと思っているんですが、まあ、我々の場合2008年に宇宙ビジネスで起業したわけですねであの当時その民間が本当に宇宙でビジネスなんてできるわけないっていうような あのまあ、風潮だったのでですね VC あの話聞いてくれなかったんですね <laughs> 全くあの、まあ、頑張ってくださいみたいな感じで本当にこう門前払い的な扱いを、えー、受けてましたで我々あの、まあ、どうやってその会社を立ち上げてその最初何年間こう回していったかっていうとまずその立ち上げ時期に関しては、まあ、これ JST さんの、えっと、セミナーなのであれですけど JST の、えっと 大学発ベンチャー支援制度ですね、おそらく今も別の形で存在するんじゃないかなというふうに思ってはおりますけれども、そういう助成金っていうのは、十分使える準備の資金としてはあると思いますし、最近であれば、アーリー向けの VC であるとか、あるいはエンジェル投資家というのも非常に増えてきたなと思っています。 でまあ、一般的に VC からお金を調達しようと思うと、まあ、事業計画作ってみたいな話になると思うんですけれども、まあ、例えば我々、えーまあ、あの有名なエンジェル投資家の方からも、えっと、いくつか入れてもらってますけれども、あのまあ、その人によっては、あまあ、その投資の条件ってこう結構ユニークなものがあったりして、まあ、ある投資家の方は、あの事業計画なんていらないから、とにかくこう動くものを持ってこいと。 あなたたちの技術を示すものを持ってこい、そしたら入れるからっていう人たちもいるんですね。なので、その資金調達の仕方っていうのは、いろんなこう可能性がありますので、あんまりその VC 向けに、なんかこう、計画立てられないよっていうところで諦めずにですね、いろんなあの可能性を模索してもらえればいいんじゃないかなというふうに思ってます。 うん、なるほど。はい、いろんなちょっとあのやり方というものがあのいろいろコツがあるようではい。なんかそのあたりもまたちょっと jst の方でもうどういったそのファンドがあるかとか、ちょっと皆さんにもご紹介できる機会がまたあればいいなと思います。ありがとうございます。はい、ではすみません。駆け足になります。けれども93に参りたいと思います。こちらえっ、ー、と経済学の教員様起業したいと考えていますが、最初の一歩をどのように踏み出したらよろしいでしょうか？ 初めての企業において成功する確率を上げる方法についてアドバイスいただければ幸甚ですということです。いかがでしょうか。最初の一歩でございます。えー、っと、じゃあ石山先生いかがでしたか。えー、最初の一歩は。 会社を作っちゃうってことなのかなというふうにも思ったんですけれども、えっと、起業したいっていうのはなぜしたいのかっていうのをもう一個、その、突き詰めて考えてみるといいと思いますね。その、こんまりさんのときめくときめかないみたいなのに、本当に起業したいのかどうかみたいな。で、したらしたらですね、あの、結構ですね、大変なんです、いろいろと。で、気軽にやるとそれはそれでしんどいみたいな話があるので、本当に起業したいのかどうかみたいなことを心の中で、あの、なんですかね、ときめくかみたいなことを確認する意味でもですね、自分の周りの 起業されてる方とかに、まあ、起業して実際どうだったかみたいなこととかを、もう一歩ヒアリングするのと、そうすると、最初の一歩を彼らがそれぞれ教えてくれると思うので、そういった部分のアクションっていうのは、なんかその、えー、と起業の,そのプレステージの段階でですね、ちょ一旦自分が本当に起業したいのかも含めて、検証してみるっていうのは、絶対にやった方がいいかなというふうには思いますなるほど、やはりそのファッションだけじゃなくて、そういった鉄もを打たなければいけないというところで、はい。 ありがとうございますそうしますと、えっとえー、中村千長さん、いかがですか、最初の一歩。そうですね、まあ、やはりあの私も石山社長と同じような意見で、やはりそのお明らかに、まあ、どあの非常にこう楽に起業して成功する方ってほとんどいらっしゃらないと思うので、やっぱ苦労したときに、それでもこうやっていける覚悟があるかどうかって、まずすごくう、まあ、自分にこう問い直してほしいなというものがあるのと。 あと、やっぱりその成功の確率を上げる方法って結構難しいと思っていて、むしろその逆に失敗する確率を下げる方法っていうのはあると思うんですよね。で、おそらくそういったものがですね、加賀美先生がやっておられるアントレプレーナー道場とか、まあ、そういったところで学べるのかなと思っていまして、なのでその、よもう多くの起業家がハマりがちなこの罠を避けると。 そのためにはどうしたらいいかっていう点は、あの、いっぱいこの、なんて言うんでしょうね、こう、ストーリーがありますし、まあ、ウェブでも転がってるでしょうし、そういったことを、こう、他の企業から学ぶ機会っていうのも、おそらく、こう、あるんじゃないかなと思ってまして、あの、そういう考え方で、えー、ちょっと、動いてみてはいかがかなというふうに思いました。ありがとうございます。まあ、そういったところの、まあ、ノウハウといいますか、あの、その tips あたりを、その、今まで、 ちょっと教育として、えー、と展開してこられた加賀先生のはいいかがでしょうか、はい、これはの、さっきあの石破社長、中野社長もお二方とおっしゃったことなんですけど、これ、やり方があるんですが、まあ、このご質問があの大学の,あの先生、教員の先生からのご質問だと考えるとすると、おそらく何か,なんかベースになるものがあったり。 あるいはその研究者としてあの関わってらっしゃることがやっぱり社会との接点があってですね何か問題を解決したいっていうようなものもおありになると思うんですでそのためにまあどういうアイデアがあって場合によってはそこにまあこれまでまあ研究成果があって場合によって発明が介在しているとただこれは実際にあのこうビジネスでこうやろうとしてもまあこれだけでは済まないのでまあおそらく大学の中でですねまあ多くの大学の中でまあいわゆるこのいわゆる研究成果をまああの事業化まで結びつけるようなことの最初検討 すすするためのののの教育のプログラムっっってていいうのをですねあの多くの大学がやってらっしゃいますことによると JST さんの中でもそういうものがあったりしますのでことによると、まあ、まずはそういうものをやってみてですね自分が何をそのやることによって起業したいのかというのを少し具体的に考えてみると。 で、これがあの学生さんだとですね、あの、それこそもう、勝手に会社作ってみて、あの、マーケットに出てみて、で、可能性のあるお客さんのところに、まあ、行って聞いてみてってことがあるんですけど、まあ、大学の先生ですと少しそれは、やはりもうちょっと慎重にならなきゃいけないっていうのはご事情もあろうかと思うので、あの、少し学内の中にある教育のプログラムとかなんかに参加されてですね、まずは、 形としてなんか自分が考えていることを少し構想を練ってみるっていうような教育のプログラムに参加されるといいと思います。で、次の段に来るとですね、ある程度固まりますと、あの結構その国の中でも様々なそういう提案型のプロポーザルってありますし、まあこの4月からになりますと、また日本もあの今度内閣府に移りますが、その SBIR って新しいその、まああのこういう研究成果に対して事業までのり潮を出すっていうプログラムが、またこの4月から少しあのイノベーション型になり さまざまな JST さんがおやりになっているような例えばスタートのプログラムといったようにです、ねまあ、少しお金の出し手となんか連携をしながら研究を温めて事業化にするっていうプログラムもあるのでそこまでいけるんですが一番最初の取っかかりはなんか今考えてらっしゃることを少し具体的になんかこう立案してみるとどういうところに自分の,あの,その目配りをしなきゃいけないかを、まあ、ちょっと自分自投していただくためのそういうプロセスをどっかで経ていただくといいんではないかと思います。 そういったプロセスをちょっと相談できるようなその対話を展開できるような場所があるといいですねあのそういった学生さんをあの対象にしたその教育プログラムも教員もあのリファレント教育としてあの受けれるような仕組みがもう少し気軽に受けれるような雰囲気になればいいのかなってお聞きして思いました。 はいいありがとうございますそれでは94にまいりたいと思います、こちら、えー、と中村社長様への,あのストレートフォワードなあの質問でございますが、この宇宙ビジネスのタイムラインについて、そこでもう簡単にあのご説明するの難しいかと思うんですが、あのいかがでしょうかまあこれ、のどのくらい時間かかるのということなのかなとはあの思いますけれども。 あのまあ、確かにそのロケット作るとか衛星作るって話になりますと、まあ、やっぱり時間はかかりますね。一つの衛星作って打ち上げるのにやっぱり、まあ、運用まで含めると2年3年みたいなところは。 どうしてててもかかっっくると思ってますただこれは今後我々も量産みたいなところに入っていこうと思っててこれをいかに短くしていくかっていうことがコストを下げるということにつながりますしそのビジネスチャンスを逃さない顧客にタイムリーにサービスを提供していくという観点においては非常に大事になってくるというふうに考えてます。 でまあ、ただその宇宙ビジネスっていったときに結構いろんなこう種類のものを含むので例えば月に行くとかですねそういう話になるともう5年10年みたいな話になってきますが、まあ、一方でその我々がこう提供するような衛星データを使ってそれを解析してこうエンドユーザー向けにこう何らかのえーまあサービス提供するみたいな話になってきますともうデータ買ってきてえまあ付加価値つけてこう出すわけですからあのそのほかの一般的なこう IT のビジネスと変わらないスピード感 で,できるものものたくさん出てきていますので、まあ、一概に宇宙がお,のお金と時間がかかるというわけではなくて、あのまあ、こういろんなこう領域が広がってくる中であのすごくスピーディーに回していけるようなビジネスも出てきていると。でただ、我々のように衛星を作るという話になりますと、まあ、やっぱり1年、2年といった期間はまあ必要になってくるかなとは思っています。 ありがとうございますやっぱりそのまあ何事も簡単にいかないとは思うんですけれども特に宇宙っていうそのスケールの大きなあの事業ですので皆さんも相当なんかあの時間かかるんだろうなと思っていらっしゃるんでしょうけどあの先生のお若い方がまあこういった壮大な計画を着実にあの進行されていってご自分の自分にも向かって着実にも歩まれてるってすごくあの皆さんに勇気を与えるんじゃないかなと思います。 はい、すみません。じゃあ続きまいりまして、95でございます。こちらの外国人の方からの、えー、とご質問です。ちょっと,、えー、と読,み読み上げますと。研究者として、あんまりそのビジネスオペレーションとか税金とかのことはよく分かりません。えー、そうしたものを学ぶ何か良いサポート体制はありますでしょうか特に日本で暮らす外国人のために。 通訳の方も、はい、あの、お、お話しいただきましたけれども。はい、こちら、いかがみ先生、いかがでしょうか。かそうですね、企業で働く、研究者なのか、あの、研究機関で働くのかによって違うと思いますけれども。え、大学で研究する人ならば、大学の中に、テックトランスファーオフィスっていうものが、あって そこで自分の技術を商業化できたりします場合によってまず自分に問い詰めて ある技術を持っているならば、まず自分がどのような課題を解決したいのかということを自問自答する必要があるかもしれません。まず、税金とか事業の運営の仕方はあまり気にせずにでで、ね、まずはどのような問題を解決したいのかということを考えたほうがいいと思います。で次のステップが、自分の技術が今のこの問題点の解決に寄与できるかどうかということを考えるべきです。 先ほども申し上げたとおり特定の例えばエントラープラナシッププログラムに参加してみてそこで 自分のアイデアの商業化をトライしてみると、まず例えば事業計画を作るとか、その特定の機会があれば、例えばそういうエントラプレネシブ、企業化、教育プログラムに参加できるかもしれません。企業で働く研究者であれば、まずは実際にそういう事業をやっている人に聞いた方がいいと思います。 で一定の仮説があると思います例えば技術があったりすると思いますけれどもそれが本当に商業化できるのかどのくらい商業化できてどのような、えー、適用事例があるのかその辺考えたほうがいいと思います。 すみません。あの、お時間迫ってまいりましたけれども、あの、このセッションをしている間にですね、あの、視聴者の皆様からもご質問いただいていまして、ちょっとじゃあ、ちょっと順番になりますけれども、あの、ちょっと,、えー、と読み上げますね。96、えっ、ー、と、大学を一度離れると、アカデミアに戻ることは現状ではほぼできませんかといって、大学発の勉強では、研究者は大学での成果特許をしや会実装するという形でしか解釈、会社設立することができません。このあたりの制度に関して、今、 こういった理解でよろしいでしょうかまた今後柔軟に変わる可能性があるのでしょうか環境として柔軟性、人材の流れとしては流動的である方がいろいろとチャ,チャレンジしやすくいい効果が 現れるのではと個人的に思うのですがということですすいませんあのこちらも鏡先生いかがでしょうか、はい、あのこれ、まあ、おそらく博士までいらっしゃったり大学にいらっしゃった方が一度大学を離れると、まあ、アカデミーへ戻ることはできませんということは確かにあるのかもしれませんねやっぱりあの研究歴っていうものが一回途切れるとただしですねあのこの大学ベンチャーの文脈で言うと実は多くのケースの場合ですね まああの久しぶりに大学で同窓生として戻ってみたら実はそこにあのあ 新たたににベンチャーー企業ががが生まれていててていかつての同僚だっっっ人がその会社経営に関わしるるケスあんです例えば中村社長にちょっと聞いていただくと分かるんですが中塚研究室っていうのは歴代そういうようないろんな研究者が生まれてそして中村社長がいらっしゃるんですけど中塚研究室にいらっしゃった方が一時は何か JAXA にいらっしゃったりしていって,行ってまた今度研究室に戻ってくると中村社長さんがおやりになっていることを知って場合によっては何か自分も関われるかもしれないと思うとですねことによると社長ではないかもしれません 新しいスタートアップの世界に身を置いて何かやるってことができると思うんですね。でそういったケースが結構大学発ベンチャーを取り巻く環境としてはあのその随分あります。 ただ、このご質問がですね、えーと、大学の成果を社会実装するということしか解説できませんというのはやっぱりもしご自身があのその発明者に、えー、その名を連ねているような研究成果がかつてあったんだけれども一回アカデミーを離れちゃったとっいう場合にチェックポイントはですね、その今でも研究成果は今どんなふうになってますか使われてますかどうですかって聞いてみて。 そして先生に聞いてみたらですね、やっぱりそのまま放置されてて、なかなか技術移転の機関も、なかなかマーケティングできてないっていうことなんだけれども、ただ時代が変わって、そのテクノロジーがことによると、ある特定のアプリケーションで使えるっていう場合がものすごくあります。 したがってちょっと状況が私も十分このイメージできてないんですけど、あの一回アカデミーを離れても、もう一度そのアカデミックな、あのやった時の研究成果を使ってベンチャーが多くの場合生まれてるんで、むしろ離れてる時の経験ですね。それはあの大企業に行くのか、あるいは違ったところにいらっしゃるのか、この経験が生きて大学発ベンチャーができますから、あのどうぞですね、諦めずにあの進めていただきたいと思います。なかあったらいつでもご連絡ください。なんか個別個別具体的だったらなんかアドバイスできるかもしれません。 それはあのすごくありがたいあの、はい、コメントですね。それではですね、ちょっと98つらせていただきまして、えー、素晴らしい研究や新しい事業体をビジネスに加速させるには発信力が必要かと思います。SNS 等の活用の仕方をどのようにお考えでしょうかと、はい、ちょっとそれに関してはいかがでしょうか、あの中村社長様。SNS の活の仕方そうですね。あのまあ 我々もお恥ずかしながら最近積極的に活用を始めたところでして、えー、Facebook や Instagram と Twitter とか使わ,わせていただいておりますけど、まあ、これって誰をターゲットとして誰にアプローチしたいかということにも結構寄ってくるのかなと思っております。でやはり B2C のビジネスの場合は結構 SNS を活用していくということは大事なんじゃないかなというふうには思っておりますので、まあ、我々の場合 あのまあ、もちろんその一般に認知を高めるという目的もなくはないですけれども、SNS を活用するという意味では、まあ、言ってみればファンを増やすで、それから採用につなげていくという人材確保の面は結構あの大きいかなというふうには思っていますね。でこの質問、えー、とに書いてあるコンサルタントに頼るかという点でいうとですね。 我々はま頼らないですね。あんまりその、えっ、ー、と、スタートアップで SNS の使い方をコンサルに頼るというのは、あんまり聞いたことがないと言いますか、そ,そこがその自分たちでやっていくべき、まあ、スタートアップってほとんどやっぱりいかにして、こう、限られたリソースの中でこう成果を出していくかって大事だなと思ってますので、まあ、あの、もちろん、な,なんて言うんでしょうね、あの、 会社によると思いますけども我々の場合は何とか自分たちのそのオリジナリティというかユニークさを理解してもらいたいなと思うのでそこは何とか自分たちでやるという方針を持ってますあ,あ、すごい自重力もちょっと鍛えられて素晴らしいですねはいありがとうございますそうしましたら、えっと最後、Q Q、あのクエスチョン9に移りますベン,チャーベンチャー企業だと研究世界ってこれを テクノロジーだけではなくビジネス的マネジメントも必要になると思いますが、えー、とそういった、えー、専任スタッフを雇,雇ったりコンサルタントに委託されているのでしょうかと、まあ、こちらはあの先ほどあのお,お答えになったようにあの中村先生さんはあまり頼っていなかったとあのこのあたり、えー、とどうなんでしょう先生他の ケースとかかででご存知ですかそうですね、あのこれ、あのと、まあ、今日中村社長のような、あのやっぱり研究者として、その道に研究者で出らした方がその起用されて、まあ、ビジネスを成功に導くと、まあ、こういうあの例。 もあの今日中村社長も典型的なあのその成功事例ということなんですけれども、あの多くの場合ですね、あのテ,テクノロジーのいわゆるその専門にやってこられた研究者が、必ずしもその、まあ、これをテクノロジーを使って、そのある種特定の,このアプリケーションを考える場合に、そのアプリケーション先、これが例えば、あの中村社長のビジネス、であれば農業だとか。 あるいはそれを使うこのウェザーニュースさんのような会社だとかそういったところとこうやり取りをしてその相手方のビジネスを理解しようと思うとやっぱり研究者でずっとやってきた方がやっぱり不慣れだってこともありますよねそうするとですね実際にそのテクノロジーを使ってそれをまあアプリケーションとして応用できる領域の専門の方に入っていただいた方がいい場合があります。 ま、したがってその業界にいる人が入ってくれれば、そのお客様とのそのテクノロジーとの乗り代が出しやすくなるっていう側面が結構ありますね。で、これがあのベンチャー企業の中で言いますと、ある特定のお客様が出た時には、お客様のビジネスを知ってる人が、ま、実際従業員として入ってくれるとありがたいっていう場面が出てくるんですが、さらにもっと大食いの一般論で言うと、さっきあの冒頭にペプチドリームっていう会社のご紹介しましたけれども、やっぱり菅先生はやっぱり社長になるという考え方はなかったんですね。もちろん大学の教員っていうのは 中には大学によって社長になることが必ずしもあの、えっと、できないようなケースもありますし研究者としてずっとやることが本務だと考えている先生の場合はやっぱりテクノロジーのチャンピオンではありますけど経営については別の人を立てなきゃいけないということは出てくるんですねそうするとやはりこうテクノロジーを実際に事業化するためにやはりその事業のまあその戦闘機ってやっていた方が例えば それまで共同研究をやっていた方の企業にいらっしゃる方が社長になるっていうケースもあれば、ことによるとその研究室にいたんだけれども、研究室を離れて、例えばコンサルタントになってるケース。まあ私もあのボストンコンサルティンググループって会社にいたんですけど、結構そういうコンサルティング会社にいた人が、実は PHD を持ってるんだけど戻ってきて社長になるケースが結構あります。まあしたがっていろんな場合があるので、まああのいずれにしましても、あのテクノロジーの その理解と同時にビジネスの理解を一方でしなきゃいけないっていうことなので、ただそれをですね。 コンサルタントにアウトソースするっていう発想はどちらかと小さくて、いずれにしましてもそのビジネスのことをやっていただく方が、その会社にいなきゃいけないんですけど、中村社長のように研究者がそういうことをやりになるっていうケースもあれば、やはり自分は研究者にフォーカスをして、やはり、例えばチーフテクノロジーオフィサーかもしれないけれども、ビジネスをや,や,やるために別の人に入っていただくと。そのためにですね、場合によっては、そのいろいろサポートしてくれるベンチャーキャピタリストとか、あるいは私のようなそのサポートする大学にいる者も、もその人は あてがうってことに対してもサポートしてくれる場合があります。そういったものをご利用いただくってことになるでしょうかね。以上です。なるほど、ありがとうございます。まあそういった窓口をどうやってその大学の教員様たちが、あの見つけ出すかと、まあ、そこら辺のその導きなどもすごく重要なのかなっていうふうに今あの感じました。はい、ではあのお時間 となりまして、本日、すごく熱いお話をお伺いすることができまして、この視聴者の皆様ともこの時間を共有することができまして、本当にどうもありがとうございました。それでは、この辺りでちょっと終わらせていただきたいんですが、本日受けました Q&A に関しましては、後ほどこちらのホームページの方にまた回答をまとめまして、掲載したいと思いますので、皆さんどうぞご覧ください。 はい、それではですね、あの本日はあの長い時間、どうも講師の皆様、どうも本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではこ,こちらをもちましてあの、終了させていただきたいと思いますが、あの皆様、退出された後にあのに、アンケート画面に飛ぶようになっておりますので、ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、それでは、あの今日はこれでおしまいにしたいと思います。どうも皆様、ありがとうございました。